今から青森に行きます。人道中になるかもしれません。よろしくお願いします。大島丸のことを、調べていただきたいと思います、今回同行していただくことをお願いしました。まあ、雪降って大変かもしれないんですけど、ぜひよろしくお願いします。早草13号新青森駅です。全然都感じじゃないんだよ。現在の自称フラッグになったのかな。安田さん、そこ入らないでください。別荘だったらそこで乱闘だからね。つまりこの一帯がかつてのいわゆる、警備府ですね。はい、大港の警備府が置かれていたのがこの場所だということですよね。そうです、はい、だから大間鉄道と
ここ駅だったんですよね。ここ駅です。で小学校の時は毎日ここを通って通ってました。すごい懐かしいですね。朝鮮人飯場っていうのはこの辺りにある？いや、こっち側です。あ、そっち側に。はい。営業部長。お名前は何ておっしゃるんですか、営業部長。デッチさんなのに営業部長なんだ。デッチ、ご飯の時に来るの？ね、ね、はい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 。お布施さん誕生日だ。誕生日おめでとうございます。あ、撮ってんのか。お客さんちょっと前に出てください。はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。どうも。はい。今知りました。貸し切りです。最高。乳白色でしょ。でなおかつ温度もいい。そしてなんか肌に、なんかまとわりつくような、そうそうそう、なんかミルキーな感じがするので、とってもいい温泉です。美肌効果もありそうです。はい。よかった。一応ちゃんと慰安旅行っぽくなりましたね。そうですね。あの年末感謝祭、うん、社員旅行ということで。いかか。これがうまいです。また。好きなつまみに絶対する。比重をあれだね、方向そうですよね、ここからね。なんか鍵が閉まって入れないって。ここが伝統所ですね。残念だね。まだ30にも届かないので、ここで切り刻めることになります。胸が痛いです。あとはまだ
この皿に迷ってるんだよね。まだ目を揃えない。この日本を見てるんだ。この日本の社会は、日本の政府は、またまた昔の道を歩み始めました。生きてる。しっかりと我々を見ててくれ。日本を再び軍国主義の道に歩ませてはならない。そのためにも、あなたの真相、真実を日本社会に、我々同胞の中国社会にも伝えなくてはいけない。しっかりと我々の戦いを見守ってくれ。マジでです。アンシバ。僕よく思想がないとか言われるんですよ。まあ思想がないって言われるけど、まあ確かにそうかなと思うんだけど、ただし、自分の思想的傾向は何かって言ったら、裸足の弦以外にないなと思ってて、うんうんうん、で、それって反戦平和ってだけじゃないような気もするんだよね。だからヤクザ漫画でもあるし、暴力の描写が非常に多いですよね。牛太なんか合計 5,6 人殺してますよ。で割とすぐね、我々は邪魔だから消えろとかでポンとか撃っちゃうっていう。リュータも言ってみれば、うん、今で言うならばなんだ少年ギャングだから、うん、半グレに近いような半グレですね、集団の、うん、まあ、リーダーですよね、うんうんうん、でしかしその生き方っていうのはやっぱり原爆孤児としてのやっぱり選択っていうのは当然あったわけで、うん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 、それは単なるバイオレンスのシーンであっても、うん、それはやっぱり太陽に透かしてみるとうっすらとやっぱ原爆キノコ雲が浮かんでくるっていうね、うん、人間もですね、配給払いたれとこういう感覚を持ってたってことは恐ろしいことですよ。つまり朝鮮人は人間として扱われていなかった、うん、そういうことになりますね、うん、これでやるから取りに来いと
やはりこれは犯罪だったと国際的に見ても、植民地時代だっても異民族を殺した犯罪なんですよ。これ犯罪という言葉が使われませんね。殺された人の名前も明かさない、これ犯罪とって成立というか分からないようにしてるわけですよ。危機感があるわけです、うん、やっぱり、うん、僕らこれ十数年間ずっと見続けてきたんじゃないかな、うん、この風景を、うん、で僕はそのどこに向けるべき怒りかを持て余した時期もあったんだけれども、うん、これ見て思いました。あ、やつらみんな同じなんだと、うんうん、差別者はよく笑うんですよ、うんうんうん、差別する人間って本当に笑いますよね、うん、デモの現場であるいはネットの中で、うん、沖縄でもあるいは川崎でも、うん、川口でも、うん、差別者は差別の現場でひたすら笑う、うん、笑い続ける、うん、その光景は多分パレスチナも全く同じなんだと思う、うん、だから川崎も辺野古も川口もそしてガザも、うん、イスラエルもやっぱどこかでつながってる、うん、差別者の様式というのはネタニヤフがおかしいのであって、うん、シオニストがおかしいのであって、うん、要するにイスラエル人だってパレスチナ人と融和的な人もいれば、あるいはある種のもう逮捕とかも顧みずに、まあ、イスラエルの中からやっぱこれおかしいって声を上げている人もいるっていうのがあって、うん、全てのイスラエル人をなんていうか、一緒に一緒くたにしてやっぱりシオニストとイスラエル人を一緒にして批判するべきではないっていうような、うん、まあ、イスラエル最悪、イスラエル狂ってるみたいなっていう言説がたくさんあるけど、うんうん、そうするべきではないという、うん、まあ、現場の人とか、うん、なんなら記者とかジャーナリストの人がいて、うん、その通りだなと思うと同時にやっぱり強烈な違和感があるんですよね、うん、でなんでかっていうと、うん、やっぱりこれ政権支持してるからですよね。だからこれ終わんないですよ、この虐殺だって、うん、イスラエルの8割の国民が支持してんだもん、ネタニヤフのこの虐殺を、うんうん、って言った時に全てのイスラエル人はこれシオニストと一緒じゃないっていうことってかなりぐらつくと思うんですよね、うん、でどっちもどっち的なもののなんか綺麗な言い換えみたいに見えちゃうところがあって、それがね、うんうん、
産地がイシズムとレイシズムっていうのは、うん、そのモザイクになっていて、アンチレイシズムが別のレイシズムをはらんでいたり、それを覆い隠していたりっていうのはすごいあることだと思って、でそのスカリバイバルっていうのも最初あの反応したのは、まあ、スキンヘッズっていうのですね、うんうんうん、なんかよりもっと不良っぽい荒っぽい、あの労働階級の若者たちだったんだけども、まあ、スキンヘッズなんかはその黒人のジャマイカの音楽に熱狂しつつも、はい、でもすごい人種差別的な、あの側面を持って、粗暴な側面を持っていて、で特にアジア系の移民に対しては、まあ、暴力的だったりとかね、そういうことが伝えられているし、だからそのさっき言った黒人的なものを、賛美したり、そこに同情を抱いたりすることがアジア人に対するね、差別を、引き起こすとか、そういうことってこの辺にもあるんですよね。
安田さんは、はい、先週も出張に、はい、行かれて、行きました。いろいろ忙しかったみたいなんですけど、はい、結構遠方に行かれたんでしょうか。遠方というわけでもないですね。北関東、群馬県です。はい、どんな特急電車に特急電車乗ってないから今日鉄道動画があるよって予告したらものすごい反応で、みんな鉄オタ多いんだなと思って、じゃあ安田さんが撮ってきてくれた、はい、その珍しい電車を今からちょっと見たいと思うんですけど、はいはい、ちょっと皆さんに、はい、ちょっと見ていただきましょう。はいはい、これですね。この列車は中央郵政です。利用者が過ぎております。今から両温温泉に乗って高崎から前橋まで行きます。ドアを開けます。黄色い線までお下がりください。まもなく3番線には12時35分発上り方面高崎行きが到着です。危ないですから黄色いチェックブロックまでお下がりください。3番線には高崎行きの列車が到着です。黄色いチェックブロックまでお下がりください。どうですか。これは珍しいんですか。だからさ、だからもう鉄道動画とかさ、もう書かないでほしいんですよね。何か行ったら撮ってこいって言うから、僕もなんか駅のホームでキーな目で見られながら。両毛線。でもこれ両毛線なんですよ。小山とね、高崎の間を結ぶ両毛線地って、もともとは栃木県ですね。そうです。はい、で、もともとは群馬県で富岡製糸場とかありますんでね、はい、絹織物の輸送を目的とした両毛鉄道っていうのが母体、うん、もともと原点なわけですよ、はいはい。だから、シルクロードならぬシルクレイルロード。うんうん、だから、電車自体はね、こう211系って言って、うん、まあ、ロングシートを備えた近郊型電車、つまり、なんてことないアリグメント列車なんです。211系、はい。その系統のね、電車の型番とかが言える、はい。はい、と鉄オタっぽい。そうですね。もう今もうスーツみたいじゃないですか。いやいや、まあ、なんとか2のふりをしてるんですけども、だからまあ、ロングシートを備えた、まあ、近郊型電車と呼ばれてる、別に珍しくもなんともない。それが言えないと、ええ、鉄オタじゃなくて、僕何にもわかんないんですよ。何見ても、それがパッとわかんなくて、はい、スターリンっていうバンドあるでしょ。スターリンのオリジナルメンバーのドラマーの、乾淳さんって人がいるんですけど、ええ、すぐわかるんですよ。何系とか言って、ええ、それが分かるから、はい、鉄オタなんだけども、俺は全然センスがなくて分かんない、はい、211系って、ね、211系ですね。でも俺は調べた、これを安田さんに言おうと思って、今のはモハ210っていうやつで、ええ、211系のまあいいやあ、そうで安田さんがその、ええ、な結局何ですか、高崎から今の往復動画なんだよね。あ、そうですね。はい。まあ、でもね、まあ、地方では一般的な、いわゆる半自動ドアっていう、利用者がボタンを押してドアを開閉し、乗り降りするっていうね。うん、まあ、そういうし、まあ、地方の人は珍しくなんともないですね。珍しくないですね。ただ、まあ、ただ、まあ、雪が降ってましたしね。しかも、あと、前橋っていう土地ね。うん、前橋っていう土地について僕はちょっと言及したいのは、うん、僕が大好きな萩原作太郎さんの、やっぱり出身地なわけですよ、うんうん。で、まあ、僕もいろんなことがあって、群馬県は通い詰めたわけですけれども、うん、その大渡橋っていう橋がね、うん、前橋にあるわけです、うんうん、僕が取材に行った場所の近くにね、うんうん、で大渡橋っていうのはご存知の人はいるかもしれませんけども、うん、作太郎の有名な詩大渡橋っていうのがあるわけですね、うんうん、戦火ただしや涙のごときものあふれ出て頬に伝い流れて山津っていうね、本当、うん、もうこれをね読むたびに僕は胸が締め付けられるような思いがするいい詩なので、うん、ぜひ皆さんのネットで検索しても多分出てくると思いますから、この詩を読んでみてください。やっぱり作太郎が前橋の中でどんな思いでもってこの街を歩いたのかってこと、月に吠える、うん、はい、そうなんです。安田さんがねこれ、はい、先週の金曜日木曜日か、はい、動画鉄道動画撮ってきたったわみたいな、そんな大きな口の形の来たので、はい、で僕もじゃ対抗して、はい、あ、じゃあ俺も昨日撮りました、
そうだな。あなたの言ってるところの方がなんかもっと地方じゃないですか。ちょっと僕の鉄道、勝負したいと思うんですけど、はい、僕の鉄道動画と見比べてみてもらっていいですか、はい、どうぞ。はい。両毛線 VS ではどちらになるんでしょう。それ特急のがかっこいいんだ。寝台列車や。寝台車。あのね、まあ、この、これあれ、島根県から走ってるやつですよね。島根、ね。あ、これあるとサンライズ瀬戸かな。サンライズ瀬戸と出雲と合体して、ですよね。三宮駅ですね。僕、昨日新長門でお好み焼き食ってて、それで、その後これで乗って帰ってきたんですけど。これはね、いいところなの。うん、実は僕も何度か利用したことがありましてね、うん、新大阪で、例えばなんか食事したり飯食って、酒飲んだりしてて、うん、最終の新幹線、9時半の新幹線乗り遅れてしまったという時に、これを使うんですよ。そうですよね。そうするとなんかベッドで寝て帰ってこれる。そう、本当雑魚寝みたいなベッドがあるんですけど、今急行銀河がなくなっちゃいましたからね。そうです。はい。ですから、これに乗って東京に帰る。新幹線の終電を逃しても、これで大阪から東京まで帰ってこれる。うん、新大阪じゃなくて、大阪駅から乗ることができる。これで京都を飛ばして次は静岡みたいなね。サンライズの利用者でしたか。はい、その通り。次はその時必ず動画を撮ってきてくださいね。わかりました。はい。それでまあ前橋、高崎から前橋に行って前橋から雪の中を帰ってこられたということなんですけど、はい、そもそも何しに行かれてたんでしょうか。はい、今日はその話題になりますね。もう一部では報じられてはいるんですけども、はい、外国人買収強要事件と私は言ってますけども、はい、まあ、要は人身取引事件の損害賠償をめぐる裁判の判決が、はい、前橋地裁でありました。これは先週木曜日の、木曜日じゃないな、金曜日の金曜日に上毛新聞なんですけど、はい、ヤクザですか、うん、これどういう事件かと言いますとね、うん、ちょっとその前に押さえておきたいのはね、うん、日本というのはこう人身取引に関して非常に遅れた政策しか持ってないんだということ、はい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 、まずこれ頭に入れていただきたい、はい、真剣に人身取引撲滅に動いてないことは国際的にも問題視されてるわけですよ、うんうんうん、例えばアメリカ国務省の人身取引報告書というのはこの10年以上ずっとね日本という項目の中で問題となっているのは、うんうんうん、一つが技能実習制度、うん、人身取引として、はい、それからもう一つが外国人女性に対する売春強要なんです、うんうんうん、この売春強要がどういう形で行われたか、この上毛新聞には売春って書いてないですね。ダメですね、これ売春強要事件なんです、うん、毎日新聞の方は、そういうふうに書いてあります、でこれはね、毎日新聞がより正確な記事なんですけども、はい、ですね、事件のあらましこういうことなんです、はい、売春を強要されました、うん、というですね、SOS 電話がカンボジア大使館、うん、日本にある在日カンボジア大使館の Facebook に書き込まれたんです、はい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 、これが2016年12月のことなんですね、うんうん、で助けを求められた大使館はすぐに群馬県警と連絡してそのカンボジア人女性7人を保護したんです、はいはいはい、で事情を聞いてみましたらね、こういうことだった、もともとカンボジアで働いてたカンボジア人女性7人たちが日本の、まあ、暴力団組長からですね、うんうん、日本に行けば稼ぐことができるよと、うんうん、ウェイトレスで稼ぐことができる、うん、給与はだいたい3000ドルから5000ドル、うんうん、30万から50万以上ですね最近、うんうん、で、まあ、ぐらい稼ぐことができるんだと、うん、吹き込まれてですね、うん、7人は日本にやってくるわけです、うんうん、ところが当てがわれた仕事はそのまま伊香保温泉に連れてかれるんですね、うんうんうん、群馬県の伊香保と一部は沼田に連れてかれるんだけども、うん、群馬県に連れて行かれて、うん、で伊香保の、まあ、パブがあるわけです、はい、でこれ今映ってます、これ、伊香保の、ね、まあ、伊香保のランドマークともいえる石段ですね、はい、365段ある石段で、歴史ある、はい、まあ、伊香保との象徴する風景ですけども、うんうん、この石段をトン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 って上がっていって、300数十段目をちょいと裏道に入るとですね、うん、いわゆるちょっと温泉、湯煙の温泉街の町、湯の町という雰囲気からちょっとずれた、うん、こうしたなんか、昼間なんか寂れてるんですけども、うん、夜になったである、いわゆる夜の顔がちらっと垣間見える、はいはいはい、そういった裏通りがあるわけです、はいはいはい。その一角にあるパブが事件の舞台なんです。うんうんうん、この、まあ、パブレストジュリーって書いてあるんですけども、うん、ここに、やば、配属されたわけですね、うん、で、ここで何をしたかというと、うん、この横にですね、外階段があるんですけども、うん、この階段です。この階段をトントンと上に上がってきますと、うん、そのカンボジアから来た女性たちの居室があるわけですが、うんうん、そこが売春の舞台だったわけです、うん、で、売春をですね、やっぱこれ強要されるわけです、うん、
カンボジアから日本に連れてきた暴力団組長と、うん、それからこのパブ経営者、うん、この2人からですね、うん、まあ、賠償しろと、うんうんうん、で実際したわけです、うん、ところが全く賃金払われてないんですね、うんうんうん、賠償1回するために5000円ぐらいもらったっていう話もあるわけですけども、うんうん、いずれにせよそれ以外に賃金もらってない、うん、3000ドルから5000ドル儲かるなんて話はまるで嘘なわけで、うんうん、いわば無給でもって賠償を強要された、うん、でもちろん彼女たちは断ったんです、うんうんうん、賠償は嫌だと、うんうん、そうしましたら、だったら自力で日本へ帰れと、うん、でここに住んでる以上、うん、客と寝ろと、うんうんうん、そういう言葉でもっていわば恫喝されてですね、うん、そして、仕方なくその要求に応じざるを得なかった、うんうん、つまり恫喝に、されたことによって、うん、売春を強いられたわけですね、うん、で結局このことはですね、うん、冒頭で申しましたように彼女たちがカンボジア大使館に SOS のメールを打ったことによって、うん、群馬県警が動き暴力団組長あるいはこのパブ経営者このその他関係者は逮捕されます、はい、でいずれも刑事事件では有罪となってますね、はい、有罪となってるこれは、ね、不法就労助長罪という形になって、うんうん、いわゆる入管難民法違反ですよ、うん、売春防止法違反じゃないんだ売防法じゃないですで警察は、うん、彼女たちは人身取引の被害者だと認定した裁判所も、はい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 、だから彼女たちは罪に問われてないんです、うん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 、ただ外形的にはこれ完全な管理売春ですよ、うん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 、それしかも、給与も払わずに売春を強要してた、うん、いろんな面で問題でしょ、うん、だから刑事事件とは別にですね、すで、うん、にカンボジアに帰国している彼女たちではあるんですが、うん、民事裁判も起こしたわけです、うんうんうん、それは今回の裁判なんですけども、ね、はいはいはい、民事裁判では、いわゆる慰謝料、うん、強要されたっていう慰謝料、うん、それから賃金ですよ、うんうんうん、これを払えと、うん、そうした請求を行ったわけなんです。それで賃金 は払われたけど、その慰謝料は出なかったってことなんですね。そういうことなんです、うん、つまりいわゆるその暴力団組長らに対しては、うん、まあ、890万円の支払いをまあ請求したわけですけども、うんうん、認められたのは1人につき約17万円という未払い賃金、それから損害賠償、つまり慰謝料に関しては棄却されたんですね、うんうんうん、でこれは完全にね、その棄却の理由とは何かって言ったら、うん、これ何にも裏取りはしてないのに、うん、彼女たちは売春、仕事が売春であることを認知して日本に来たと思われると。ああ、なるほどね、でそういうことでも、つまりね、これ外国人女性に対する蔑視でありね、うんうんうん、外国人女性だったら売春ぐらい認めただろうという推測のもとに出た判決でもって、うんうん、僕はこれ断じて許すことのできない判決だと僕は思います、うんうん、そして僕はこの裁判を傍聴してきたんですけれども、うん、まあひどかったわけですよ、うん、例えば暴力団組長、そのパブ経営者、うん、例えば裁判長とか、まあ主尋問、反対尋問でもそうだったんだけども、うん、彼女たちが売春したこと知ってたのか、うん、知りません、うんうん、でも彼女たちは接客してたし、それから実際に外に出て客と一緒に2階に上がってったよね、うんうん、あるいはホテルに行ったよね、いやそれも知らないと、うんうん、じゃあ彼女たちはなんで客の隣に座ってたの、お腹が空いたからご飯食べに降りてきただけなんだと、うん、で下に降りてきたら客が勝手にご馳走してくれたから喜んでご飯食べてたと、うんうん、そして外に出てたのは彼女たちは個人的に交渉して売春してたに過ぎないと、うんうんうん、自分たちは何も関係ないと、うん、ひどいこと言ってるわけですよ、うんうん、しかもじゃあなんでそもそも彼女たちそこにいたのかって、うん、それはカンボジア国内で日本人向けのまた新しい飲食店を作る、うん、そのための研修だから日本を知るために来たんだと、うんうんうん、そんなバカな物語をどうやって信じます、うんうん、とか裁判所はその辺に関してはほとんどスルーしてですね、うん、で、雇用関係は認めて賃金は、支払いという命令は出したんだけれども、うんうんうん、そういった慰謝料なんかは一切棄却されてしまったという事件なんですね、うんうん、そういう荒唐無稽な物語を裁判所で陳述した、うん、組長らは結局、この1人当たり17万円払えばいいんだろうという形になっているわけです、うんうんうん、まあ、当然双方控訴するのかもしれませんけれども、まだ決まってません、うん、ですからね、その結局今その違法売春のね、はい、その人身取引を伴うような違法売春の形態って全部それですよね。そうなんです。その飲み屋があって、はい、でそこに女の子がいて、ええ、でたまたま合意したから勝手に、ええ、そうなったっていう体を装うっていう。そうなんですね。全部そうですよね。だからカンボジア人女性たちは、うん、この温泉街のパブで寝泊まりしながらね、うん、日本を学んで、うん、空いた時間に売春を覚えて、うん、で勝手に客と一緒にご飯を食べて、うん、でその売り上げの中から、うん、渡航費としてお金を返済してた、うんうん、渡航費の返済をした、うん、どういうことかというと、つまり売春してもらったお金は全部
管理されてたわけです、うんうんうん、経営者と組長に、うんうん、だから彼女たち儲かってないわけですよ何も、うんうんうん、そんなにバカな話があるんでしょうかね、うんうん、でも本当にこれ許しがたい、これはあの人身取引事件であるし、うん、それは外国人差別であり女性差別であり、うん、そして、本当に深刻な人身取引であるということ、あのさっきの冒頭で申しましたけど、アメリカ国務省は日本の人身取引を毎年報告してるわけです、うん、アメリカにその資格があるかって問われると僕はないと思うんだけども、うん、しかしですね、国際的にも人身取引大国として見られているこの日本の中で起きたこの事件を、うん、やはり僕はあの新聞社もこの地方版のね小さな記事だけで済ませてはいけないと思ってますね、うん、はい、あの今日はね、予告は雑談会の予定でしたけど、はい、冒頭からいきなりねヘビーな話になってしまいましたけど、はい、ここでまあちょっと気分を変えて、まあ、その前にちょっとね、はい、伊香保に関してのちっちゃな知識を言いますとね、はい、温泉まんじゅうってあるじゃない、はい、温泉まんじゅう、こういうちっこいね、うん、あんこが中にぎっしり入ってて、うんうん、茶色い皮してるでしょ、うん、発祥の地はこの伊香保温泉なんです。あ、そうなんだ、ええ、うんうん、これなんで伊香保が発祥の地かっていうと、うん、なんじゃそもそもなぜ温泉まんじゅうは皮が茶色いのかと、うんうん、伊香保には黄金の湯という温泉がありましてね、うんうんうん、茶褐色なんです、うん、でそれを、イメージしたおまんじゅうを100年ぐらい前に、うん、ある和菓子屋さんが作った、うん、それが温泉まんじゅうの走りだと言われてる、うん、それが今全国的にですね、どこの温泉地行っても温泉まんじゅうという形で売られるようになったと。で温泉まんじゅうの発祥地でもあるんですね、伊香保はね。あ、ね、それ何、そのゆるふわな、はい、あの雰囲気に戻そうとしていて、ね、いやいや、伊香保のやっぱり土地のイメージを掴んでいただくため別にゆるふわって意味ではなくてね、はい、でもそんなゆるふわなイメージのある場所でも、うん、売春強要事件が行われていたということと、まあ、いいとこですけどね、伊香保温泉ね、でもやっぱり、はい、温泉地に東南アジア系の女の人が集団でいるっていうことが結構ありますからね、そうですね、でその背景にはそういう暴力団とかがあって、はい、そのあって強要その性売買を強要されているみたいなことが、まあ、そこら中であるんだろうなっていうような感じはします、ね、まあ、ちなみにこの暴力団組長、うん、パブ経営者ともに私は直接裁判所で当ててますけども、うん、実際どう思うのかと、コート向けの話じゃないかってことを聞きますけど、うん、一切取材は拒否、うん、はい、でした、まず一番重要なコーナーからいきますね、はい、重要なコーナーって何でしょうね、はい、新コーナー僕が知らない間に新しいコーナーができたんですね、はいはい、このタイトルさっき5分で作りました、はいはい、これはソウル駅ですか。いや、これはねソウル市内のヨンサン、竜の山とか、ヨンサンとかしますけど、ヨンサン駅ですね。ヨンサン駅、はい、はい、長いですね。そう、今おっしゃった通り、これ KTX、韓国の高速鉄道、要するに、まあ、日本でいうとこの新幹線ですね、はい、そして乗り込み、はい、乗ります。ここなんか YouTuber らしいですね。 YouTuber っぽい、ぽいね、完全に鉄道 YouTuber に行けてる、ほら、これちゃんと車内まで撮ってますからね。車内を通り、車窓も撮る、はい、安田の車窓から、はい、そしてこれは別の駅ですか。はい、これはチョンジュ、チョルラ北道、北道、全羅北道ですね。はい、そこのチョンジュという駅です。チョンジュ。これはソウル方面に向かう KTX ですね。ああ、チョンジュ駅に何しに行かはったんですか。はい、韓国にね、うん、多文化家族支援の施設がいろいろあるので、うんうん、その見学と、それからまあ若干ちょっと講演があったんですから、うんうんうん、それで韓国に、4泊5日で行ってきました。なんかね、ディーゼル急行の動画撮ってこいとか、いろんな要望が来てましたけどね。はい、ごめんなさい。そんな余裕ないです。いやいや、KTX でいいと思います、はい。これ毎週やりますからね。毎週僕はどっか行かなきゃならないから、ね。そうですね。そのためだけになんか出張入れたりしそうな気がして嫌ですね。はい、まず、このコーナーから。はい、素晴らしい。完全にレギュラー化しましたね。ええ、お、新しい電車ですね。夕日がいい感じですね。これは。ですかね、名古屋行き、なんか港の近くですかね。え、港北って書いてますね。はい、はい、おお、
モチック動画結構安田さん撮ってくるようになりましたね、はい、おっとあここか名古屋入館です。海の方にあるんですか。海の方というかまあこれ青波線って言いましてね、はい、名古屋から出てる列車ですけれども、ちょうど名古屋入館に行くときにはですね、うんうん、この江北駅、名古屋駅からちょうど12、3分の場所なんですけども、うん、そこで降りて入館に行くんですね。じゃあ名古屋のその、うん、仮方面の人とかはもうあんまり今の景色を見たくないような感じなんでしょうね。ね、本当にね、嫌な人もいるかもしれませんね、うん、相当ですね。何をされに行ってたんでしょうか。まあ、名古屋入館に行きましたのはね、うん、まあ、せっかく名古屋行ったんで、まあ、入館にも足を運んでみたわけですけども、もともとは名古屋地裁の方に裁判所に行きましてね、うん、最近開示されましたウィシュマさんが亡くなるまでの映像をね、はいはい、これまあ証拠として今裁判所が開示してますので、うんうんうん、それを見に行ってきました、うんうん、で、まあ、ウィシュマさん亡くなるまでの間にですね、まあ、どういう、まあ、入管の中でね、うん、ケアがあったのかなかったのか、うん、でどういう、まあ、処遇があったのかってことを一定程度映像で確認することができますので、うんうん、それを見てきたんですね。どうでした。で、まあ、これは後でまあ詳しくいずれはお話すると思うんですけども、音声がないやつ。音声あります。入ってます。全部、はい、入ってる。でウィシュマさんが本当にもう苦しんでる病気でね、うん、体調悪くてであるにもかかわらず、入管職員それからまあ入管の看護師さんですね、うん、そうした方々が重く捉えてないこと、うんうんうん、そのことは僕ショックだったの、うん、つまり入管における例えば虐待であるとか暴力とかそういうことも各地で報告されてるんだけども、うん、それとはまた違うんだよね、うんうん、本当に明るいんです。ウィシュマさんが本当に物を食べることができないでいる、苦しんでいることが全く伝わってないとしか言いようのない映像がずっと何時間も続くわけです。で、食べられないし、例えばベッドから落ちてしまう、うん、苦しんでる、助けを求めてるにもかかわらず軽いんですね。どうせケベオやろうとか思ってるんですかね。だからね、そのサビを疑ってるっていうのも当然あるとは思うし、うん、それからその体調の急変あるいは体調不良に関する捉え方というのが、うん、とことん軽いわけです、うん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 、でこれはね、ある種の差別だと思ってるわけです、うんうん、つまりそこに収容されている外国人の体調にそれほど気を使わなくても構わない、うん、あるいは、それほど重大事ではないといった感じが伝わってくるんですね、うんうん、そういった意味においては非常に貴重な映像だったと思いますね、うんうん、これはきちんと僕は裁判の席で、明かされ、そしてなおかつきちんとした判断が下されることを祈ります。はい、はい、次あでね、はい、でね、でこの電車なんですけども、あ、電車の話しますよね。そうですね。で、青波線っていうのはこれまた裁判所とは違ってですね、まあ、牛島さんが亡くなった、入管の場所はこれは江北駅ところの本当目の前なんですね、はい、でそこに行ってきました。いい映像でしょ。なかなか私も はい、僕らはほら電車に本当は興味ないんじゃないかって疑われてると思いますけど、はい、もうこれレギュラー化したことですし、これからはほら車種とかね、番号で言ったりしてほしいんですね、うん、まあ、でも僕らはね、うん、まあ、鉄オタと言っていいのかどうかわからないけども、うん、あんまりその車両番号とかさ、うん、車両の種類にはそれほど興味関心ないわけですよ、うん、どこを走ってるのか誰を運んでるのか そうですね、そこに何があるのか。たびたびこの番組にも名前が出る、はい、スーツさんいるじゃないですか、はい、スーツさんが、この間韓国に行った動画を上げてて、で韓国旅行かと思って見たら、はい、全然予備知識なしで見てたらね、歴史博物館に行って、うん、しかも2日連続で行ってなんか調べてるっていう、はい、そういうのを挙げてました、だからネットウェアだったら嫌だなとか思ったりすることもあると思うんですけど、うん、全然違いましたね、スーツさんね。だから私ね、まあ、今25歳ぐらいなんですよ、うん、で今25歳の人が、で多分2012年ぐらいから YouTube を始めてると思うんですけど、はい、その頃の YouTube って韓国で検索すると全部ヘイト動画みたいな、うんうんうん、そんな時代でしたよね、うん、で、まあ、韓国に関するネガティブ情報がネットにあふれまくってて、はい、というような時の、うん、にこう子供時代を過ごした人、はい、がちゃんとそういうふうにね、きちっとした、はい、ネトウヨがやってることは差別であるみたいな意識をちゃんと持ってて、で素晴らしいなという感じは、うん、しました。これからも応援しております。はい。
ただきましてありがとうございます。この電車は長江山行きでございます。次は高野でございます。流鉄流山鉄なかなかね、2両編成で総延長 5.7 キロですよ。6キロまで行かないで、あの鉄道なんですね。流鉄これはあの何しに行ったんですか。はい、たまたま近くに僕取材に行くことがあったので、うん、あの流山の方にで、これを取ってきたということですね。千葉県の流山市。流山っていうのはどこですか。千葉県のね、うんうん、なんつったら内陸部、中央部に位置するんですかね。野田とかの近くかな。そうそう、割と文化圏とすれば野田文化圏ですね。野田文化圏、うんうん、流山文化圏、いわゆる統括地域と言われているところですけども、東葛飾地域と言われているところですね。うんうん、で、あの、もともとこの流鉄、流鉄流山線という鉄道ですけども、今、野間さん言った、野田って醤油の町じゃない。うん、野田醤油ですね、はいはいはい、これはね、うん、だから1913年だ、今から100年前ですよ。13年、100年前じゃないか、うんうんうん、110年前かにできた鉄道なんだけども、うん、流山、名産の醤油とか、うん、野田の醤油とかね、味噌なんかの輸送を目的として、うん、できた警備鉄道の最初なんです。で、それが今でも残ってるわけですよね、流鉄流山線という形で。どういう取材に行ったんですか。あ、これは全く全然関係ない、あの別にヘイトの問題でも何でもなくて、ちょっと僕があの雑誌で違うんだあの外国人労働者問題とかじゃない、そういう問題ではなく、はい、いや結構だってあっちの方にもなんかいっぱいいますよね。なんかそういう、あ、もちろんもちろん、はい、外国人労働者とかね。そうですね。そうですか、分かりました。はい、流鉄流山線、千葉県の流山市通ってますね。流山、はい、2両編成、わずか 5.7 キロの小さな小さな鉄道です。ぜひ来てください。見てくださいね。はい、近くまで来ましたら。はい、僕も昔ね、乗ったことあるんですけど、たまたま、散歩してて流山鉄道に乗ったことがあるんですけど、はい、なかなか良かったです。可愛いでしょ、なんか。うん。なかなかいい電車だと思います。ね、なんか、形が独特ですよね。ね、流線形でね、ちょっとね。次は電車コーナー。やった。野間でした。野間でした。今日は俺のネタや。地下鉄以外の電車乗んなかったわ、本当に。すみません。今日は俺のネタ、地下鉄の動画でもいいんですよ、別に。いや、いいで、なんか電車に限らないってことも分かってるの。はい、船であったり、車であったり、バスであったりと考えてるんだけど、うん、ごめんなさい。こちらあんまり乗り物乗んなかったんで、うん、野間さん、任せます、うん。はい。じゃあ、俺のネタ行くよ。神戸電鉄っていうのは、この神戸電鉄っていうのはね、注目してるんですけど、これすっごい上り坂を登ってる山岳鉄道。これちょうど長田区のやっぱり山側の方ですよね。そうです、京北から、北区に山にが入っていくんですけど、これ分かりますか、どれぐらい坂か。横の家を見てもらうと分かると思うんですけど、すごい坂。あ、本当だ本当だ。それでこれ都心から5分ぐらい走ると、もうこんな山岳鉄道、うん、懐かしい、いわゆる新鉄ですよね、これね。そう、で、こう山をずっと掘っていって、これもね、都心から3つ目ぐらい、さっきの駅から3つ目ぐらいの駅で、これがね、50パーミルの坂なんです。50パーミルって1000メートル進んだら50メートル上がるという、かなりの急勾配なんですけども、はい、
この本当に山の鉄道みたいでしょ。で、うん、すごいそのトンネルが多いことに注目してほしいんですね。で、こうすぐトンネルに入るんですけど、トンネルを抜けたかなと思ったら次のトンネルみたいな感じで、坂道とトンネルばっかりで、これを要するに六甲山の裏側にこのまま行くわけです。これなんか駅の残骸みたいになるけど、実はこれ都会の秘境駅と言われて、数年前に廃止されたんですけど、駅を出ると本当に登山口しかない、登山道だけしかないっていう、大都会の秘境駅と言われてる。そういうぐらいもう走り出して10分でもう山奥に入る。そしてまたトンネルです。でこの長い、このトンネルは長いんですけど、この長いトンネルを抜けると、まあ、スズラン台に行ったところに着くんですけど、まあそういう六甲山の裏側に行く路線なんですね。はい、でね、この間、なんだっけ、藤本正弘だっけな、神戸の北区の、なんか維新から公認取り消されたやつ。うん、いましたね。はい、レイシストで、そいつが住んでるあたりにこの電車は行くわけです。うん、まさかそいつ何に行った？いやいや、違う。あ、そうそう、ね、有馬温泉とかね。有馬温泉と都心を結ぶための電車なんですけども、なんでこれを取り上げてるかっていうと、上畑正弘が、またその先週取り上げたレイシストですけど、外国人はね、日本人が作ったインフラをただ乗りして、それを使ってみたいなこと言って、アホかとか言って、新鉄は朝鮮人が作ったんやぞみたいな話をしてたかと思いますが、神戸のインフラなんかも、新鉄は朝鮮人が作ったし、新湊川も朝鮮人が掘ってんねんぞみたいな、そういう話をしたかと思いますが、まさにそういうところなんです。それで90年代に、新鉄、このトンネルが多いので、ちょうど関東大震災の、数年後、1927年にこの山を貫く電車を作るんですけど、うんうん、やっぱり事故でたくさんの人が死ぬんですね。はい、で、そういうあたりも含めて、90年代に慰霊碑が建ちます。96年。その辺をちょっと見てみたいと思います。こういう案内があるもんね。朝鮮人労働者の像ってね。うん、これ新鉄の工事ではない、たくさんの朝鮮人が亡くなったっていう資料を僕も最近読みました。そうなんです。で、この線路の真横のに立ってる、はい、崖みたいなところに立ってるんですけど、はい、そうです。えげ山ですね。えげ山というところ、ちょっと山になってるんですけど、まあ、神戸全体が山なんで、で、この崖みたいなところに降りていくと、はい、こういうふうに、おー、鶴橋を持った。ってると、はい、うん、で、こういう感じなんですね。これができたのが1990年代、96年とかかな。神戸電鉄敷設、神戸朝鮮人労働者の像。やっぱり90年代に、で、これがその亡くなった人の名文なんですけども、像の制作者は金城実さんです。これ、マコハル来てるかな。金城実さん、この沖縄が生んだ偉大なる彫刻家ですね。はい。酔っ払いでもあるけどね。はい。で、はい、まあ、酔っ払いね。で、まあ、こういう感じで、はい、像が立っていると。おお、すごい崖でしょ？うん。で、やっぱりその崖とか、そういうことが、やっぱり、ちょっと非常にポイントで、昨日、ちらっとツイッターで出した、この坂の、僕がハーハー言いながら登ってる動画があるんですけど、ね、うん。これは長田区です。かなりの勾配ですよね、これはね。ものすごい坂です。もう神戸はどこでも、ね、神戸らしいね。はい。神戸と長崎は本当こういう坂ばっかりですね。そう。でね、こういう風に行くと、
トンネルがありまして、うん、で今このトンネル塞がれちゃってるんですけど、はい、この一本道でこのトンネルの向こう側に源平町という町があるんですね、うん、でその町は何かというと、うん、あのウトロとか ああいうものと同じように、はい、要するに新鉄の工事をする時の半場が、うん、源平町そのまま半場ですよね。はい、半場があって、うん、それがそのまま朝鮮部落になって、はい、まあちょっと最初スラム街的な感じになり、うんうん、結局2006年までつい最近までそこにあったんですよね。でそのさっきの町外に出る道はさっきのトンネル一本だけで、そのトンネルの向こう側はそういう風になってるということで、まあそういう状況になってたと。はい、まあ新鉄のね、そのことをさっきの慰霊碑を建てた人たちがものすごくたくさんいろんな資料を残してまして、これネットでも見れるんでちょっと探してみてほしいんですけど、こういうふうにね、要するに山で作るから、このいろんな上の方とかでもそうなんですけど、事故がいっぱい起きると。でこの下の方にあるのが港川駅のすぐ横に江毛山っていうところがあって、そこに東山トンネルっていうのがあるんですけども、それがさっきの像の立っているところです。で、こっからずっとこういろいろ幹の方まで伸びていくんですけども、有馬温泉を通って幹の方まで伸びていくんですけど、こういうふうに、たくさん事故が起きたと。で、これは当時の神戸新聞ですけども、生き埋めになって斬死とかね、うんうん、こんな感じなんですよ。新油電車の隧道崩落し、千人土方2名斬死するみたいな、まあこんな感じで、すごいこう、これ三木伝アイナ隧道っていう、これも今の新鉄なんですけども、当時は三木電鉄って言って、三木市の方に行くやつですね。で、こんな感じで、たくさん死んだと。それでまあ今さっき、コメント欄に、戦前は誰でも大変だったみたいな感じで言ってる人がいるんですけど、この工事は、朝鮮人の土工が1500人いて、この工事を請け負った会社が、もともと日本の会社なんですけど、もともと朝鮮で、土木会社を始めて、うん、だからその朝鮮人の土工を集めたりするのが得意なんですね。で、朝鮮人の土工が1500人で、日本人は300人しかいなかったの。300人はその近隣。そう、近隣の村の人がちょっと手伝いに来るとかね、向こうで手伝うとか、そのぐらいのことだけで、メインはもう全員朝鮮人なんですよ。だから、その日本人が作ったインフラをなんかとんでもないことで、朝鮮人が作ってるんですね、こういうの、うんうん。で、しかもこういう扱いさ、例によって、うん、最近もなんか給料はちゃんと払ってただろうとかで、当時の給与明細とかを出す人がいますけど、大体こんな感じですよね。そうですね。給料は約束してそういう書類はあるんだけども、実際には払ってない。着工以来賃金はまともに支払われず、半場宿料、家族を合わせて、敷設工事場付近の松林や谷間にバラック69戸を建築。各1個ずつが朝鮮人の半場頭に宿料を持っていた。食事代を差し引かれていた。まあ、要するにタコ部屋状態。半場の家賃取るわけでしょ。でその勝手にその辺のその山の中の線路引いてる横の崖のところをそこになんかバラック建てていいよって言って建てさせて、そこから家賃を取るっていう、うん、そういうで、そのそういうふうにしてできたのがさっきのこういう源平町っていう町なんですけども、確かこれにあれですよね、その集中地域のことをトンメって呼んでましたよね。トンネっていうのは、その韓国語でその村というか、そうなんですけども、そうですね、はい。うん、で、そこは、まあ、だからこれつい、これ90年代の写真ですけど、トンネルの向こう側が見えてるんです、はい、今は塞がれちゃってるんですけど、トンネルの向こう側にこう家とかが見えてるでしょ、で、右下の写真を見るとわかりますけど、線路のすぐ横に立ってると。こんだけの家があったんです。それが今はこのトンネルが塞がれて、向こう側はなんかもう全部、2006年に最後の一軒が引き払った後、
なんか再開発になってるみたいなんですけど、うん、上から見るとこんな感じです。おお、はい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 。これ街に見えないでしょ。なんか今も木がいっぱい生えちゃってて、うん、でこの中に、ね、この崖なんです、山なんですね。うん、ここに、うん、この赤い線、赤い丸の端っこがこの真ん中に通ってるのが線路なんですけど、うんうんうん、この線路と赤い丸が触れ合ってるあたりがさっきのトンネルなんです。でそのトンネルを一本通って向こう側に行くと、うんうん、そのトンネルがあったと。うんうん、昔はこういう風になってたんだよっていうことを、うん、昔の記憶をもとに、これは、張本里さんっていう方が書いたスケッチなんですけども、ね、この山を、この高い山の斜面にへばりつくようにして、こう家を建てたと、いうものが、つい最近まで、神戸に残ってたんですね。だから、その、新鉄というのは、そういう風にしてできたものなんだということを、はい、どっかでこのノーヘッド TV でもやらないとなーとかでずっと思ってたんで、うん、ちょうどいい機会なので、うん、はい、やってみました。ありがとうございます。なんか僕がネタの時は、おばさんがそう鉄道の主導をすると歴史的背景も含めて大変勉強になりますけど長いよなそうそう、自分のネタの時は長くやって、自分のネタはすぐ1分で終わらせる。あっさりしますよね、僕の時はね。なんかこう、不公平。言いたいことはいろいろあったんですね。流山だって言いたいことは実際いろいろあったわけですよ。あそこ歴史的な背景ありますからね。流山も、あ、言ってくれればよかったのに。でもね、流山に関しては、うん、僕びっくりしましたよ。ね、流山は、自分できましたからね。流山はさ、結局、あ、安田さんってこのために流山鉄道を実は取ってたのとかって、ちょっと思いました。そうです、そうです。流山にこんなのができたんですね。とりあえず、言いたいと、言えるかどうかは別としておいてですね、これはちょっと僕もびっくりしたんですよ。うん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 、やっぱりその性別人種などの差別禁止ね、別に包括的な差別禁止法みたいなものの条例化であって、もちろんこれは、うん、完璧なものでは全然ないと思うんだけども、こうした取り組みが今各地で進んでる、うんうん、しかも流山みたいな非常に保守的なところでもこうした声が出てる、でこれが条例が可決するという流れっていうのは非常に僕は興味深いなと思いましたね、うん、こんなの全然知らなかったですよね。知らなかった、知らなかった。だから何かキーマンがいたりとか、運動家がいるとか、活動家がいるとか、動きってほら、僕らいつも見えるじゃん。各地で誰がやってるのかって。うんうんうん、今いろんなところで、地域でもって、その条例化に向けた動きがあるけど、大体、ものまさもそうだけど、大体顔が見えてるじゃないですか。うん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 、どういう人々が関わってるのかっていうのは。流れ山、ノーマークですからね。ノーマークですね。でもね、流山はね、実は市長が、昔ね、伊崎義治市長っていう人がいるんですけど、うんうん、大学院時代にアメリカに留学してて、そこで人種差別を受けて、うんうん、で反アパルトヘイト運動とかをやってたんだって、うんうんうん、今の市長が、はい、でその経験からこういうものが出来上がったんだっていうことらしいです、うん、素晴らしい話です、乗り物コーナーおやりましたねやりましたね。やりましたね。もうこれは一体何のためにあるのかさっぱり分かんないんだけども、だけども、なんで人気コーナーですからね。うん、今日はどこですか？お？ローカル線ですね。これは小梅線だ。あ、いい映像ですね。この誰もいないホームっていうところがいいですね。なんていう駅ですか？これ、ね、今から駅名が出てきます。岩村田。はい。小梅線岩村田。小梅線ってどこなんですか？小海線ですね。小海線が、はい。小海線岩村田駅ってどこなんですか？山梨と長野を結んでるんですけどね。うんうん、ちょうど千曲川沿いに走ってる鉄道で、うん、日本で最もなんか高いところを走ってる鉄道でもある、うんうん、標高の高いところをね。うんうん、今小室方面行きの電車が来ましたね。うん、お、キハなんとかじゃないですか、これ。こう小さな2両編成なんですよ。いいでしょ？いや、そうですね。これちょっとこれ乗って、どこへ行ったんでしょうか。これね、僕らよくわかんない。列車の型番とか、キハなんかが、よくわかんないから、必ずその、
チャット欄で補足してくれる人が、ね、いるんですけども、はい、私はね、乗り込みましたね。はい、小諸だけですね、これね。車両はね、とても綺麗な車両なんですけど、うんうんうん、はい。こっちはドアが横になってますけど。誰も乗ってませんね、うんうんうん。こっちの車両ね、ドアが開かないものですからね。うん、乗客もほとんどいない。まあ、座っててね、バツしてどこ行ったんだ、まあ、外の景色を見てみようかなと窓側の席に陣取りました、ね、長野の、はい、ローカルな風景を見ながら、これ夜ですよね。はい、これ夜です。夜行ったんですか。あの、いえ、近くをこの鉄道が通ってたんでわざわざ乗りに行きました。あのノーヘッド TV のためにです、はい。で、実は私が行ったのはあの、まあ、この仕事で行ったんですけども、うん、いやっていうか、なんか岩村田ってあのなんかすごい中途半端な駅ですよね。なんか中途半端な駅だって、あそこに用事があったんですか。いえ、あのこの隣の佐久市、佐久平ですね、うん、あの佐久市にまず最初取材の1件目がありまして、1個戻ってもらったんですね。はい、あの2つ取材があったんですけども、うんうんうん、全く別物の、うんうん、あの佐久平で1つ取材をしまして、うん、でその時にですね、あの私がホテルのまあ、たたずんでる時にふと思い出しました、うんうん、あ、鉄道も取らなくちゃ。あ、そう、取らなくちゃ。小海線沿線だから、ありがとうございます。一駅台でも乗ってきますかね。ありがとうございます。はい、小海線。この青いのが小海線で、はい、これは小内沢から小諸まで行ってるやつですね。はい、そうですね。あのちょうどだから千曲川に沿う形でもってずっと走ってる鉄道で、うん、あの鉄道ファンなんかもね、最も、清里とかそっちの方は非常に標高差が高いところ、うんうん、1000メートル以上のところを走ったりしますので、うん、そういったことから、全国の鉄道ファンも、いろいろお休みの日には乗りに来たりする、うんうん、そういった鉄道でございます。で、どこに行ったんですか。あ、一駅で佐久平まで行きました。はい、はい、で最終的には長野に何しに行かれてたんですか。あのまず佐久平はまあちょっと僕が今やってる週刊誌の連載ものの取材で一件あったのと、うんうん、それからもう一つがですね、せっかく長野まで行ったので、うん、もう一つ私今書籍のために取材していることがありまして、うん、あの歴史の書き換えっていうのをテーマに今一冊の本を書いている最中です、うんうんうん、でそのために、どうしても長野に行きたかったんですね、うん、で、ここにいた。そうなんです、はい、松代大本営の跡地です。松代大本営、松代大本営ね、皆さんご存知かと思いますけども、東京戦時中大本営が東京にありましたけども、うん、まあ、空襲なんか激しくなってくる中にあって、うん、東京危ないと、うん、ってんで大本営を松代に移そうということで、うん、松代は非常に地下道がありましたからね、うん、その地下道をさらに拡張してですね、その中に大本営を持っていく、うん、そうした大規模工事が戦時中に行われた、ね、そういうことです。大本営の疎開を試みたわけですね、うん、でそのために、この地下を張り巡らされた地下道の中にですね、うん、大本営を持っていこうとして、うん、そのための工事に多くの人が動員された、うん、で主に動員されたのが朝鮮人労働者。例によってまたそれですか。そうなんです、で、まあ、この大本営の跡地ね、中入れるんですね。中入れます。ただで入れます、うん、お金も取らない、うん、で長野市が運営してるんですけども、うん、そこでヘルメットを借りてですね、地下道を、私がね今ヘルメットかぶってますけども、うんうんうん、このヘルメットをかぶってこの地下道結構奥深くまで、うん、見学することができる、うんうんうん、非常にあの貴重な体験だったと思います、うん、あ、こんなところに大本営持っていこうとしたんだなって、こういう感じなんですね。ずっとね、こういう感じで地下道がついてるんです、うんうんうん、かなりの距離なんですね、うん、歩いて往復でもやっぱり30分ぐらいかかるんですけれども、うん、なかなかあの興味深かったです、うん、でこれ今見えてますのが朝鮮人の慰霊塔なんですね、うん、多くの朝鮮人がここに動員されてで、まあ、亡くなった方もいらっしゃった、うん、ということで慰霊塔も置かれてるんですけども、問題は何かと言いますとね、うん、これ2014年にですね、うん、この松代大本営地下号の説明版っていうのがあるわけです、うん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 、ここに説明が書かれているわけですけども、うん、朝鮮人労働者が強制的に動員されたという文言があった、うん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 、ところがここに例のごとくですね、まあ、2014年という今年考えてくださいよ、まあ、ネトウヨバリバリの頃ですね。村田さんですか、まあ、いろんな人、いろんな人、うん、そういう人がいわゆる長野市にですね、運営している、この管理をしている長野市にガン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 いわゆる伝突ってやつをしたわけです、うん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 、でそこでどうなったかというと、こんなの行政無視すらいいじゃないですか、うん、アホ電話、うん、でもこれまで歴史の書き換えって全部そういう電話が成功例を収めてるんだよね、うん、要するに市はビビったわけです、うん、それこで強制的に動員されたという文言の中の強制的にの4文字に白いテープかぶせちゃった、強制性はないという、うんうん、まあ、いわばそういった、
ネトウヨの声に屈してですね、うん、強制的にの4文字に白いテープをかぶせてしまった、うん、いわば緊急措置を取ったわけです、うんうん、とか白いテープみっともないじゃないですか、うん、いかにも何か書いてあるんで、うんうんうん、そこで全面的に文章を書き換えて、うん、今どのような文言が案内板に記されているかというと、うんうん、現在は強制的に動員されたと言われています、うん、と断定を避けた曖昧な言葉を用いた上でね、うんうん、必ずしも全てが強制的ではなかったなど様々な見解がありますっていう文言に変わってるっていうね、なんか玉虫色のですね、玉虫色っていうのはなんかどんな見解だって別にネトウヨが言ってるだけですもんね。そういろんな見解がありますっていうそういう文言になってしまってる、うん、だからこれもね、いろんな方向に、まあ、気を配った配慮した結果なんだろうけども、うん、こうやって歴史って変えられていくんだなと思いました ね、うん、まあ、でもずっと同じパターンというかですね、まあ、あの大体そのこれね別にその歴史ものだけじゃなくて、はい、その行政がしょうもないイチャモンに、はい、ほっときゃいいのにいちいち相手して、言うこと聞いちゃうってコラボ問題まさにそうじゃないですか、まあ、本当その通りです。なんか やめちゃったでしょ、だから今新宿区はバスカフェ本来だったら今日の夜やる予定だったんですけど、うんうん、今日も開けない開催できないわけですよね、うんうんうん、それは結局、そうしたクレームに対応したばかりにですね、うん、東京都が、場所の貸し出ししない、まあ、正確に言うと新宿区役所がですね、うん、敷地を貸してたわけですけどそれが借りることができなくなってしまったんで、うん、今日もバスカフェは中止です、うん、あれね、なんかその歴史ものの時とか僕らずっと、はい、その行政はネトウヨが怖くて、めんどくさくてそうやってんだろうっていうふうに思ってたけど、コラボのあれ見るともうそうとは言えないですよね、うん、まあ、積極的に潰したい人が中にいるよね、いるってことですね。だから、うん、まあ、行政のネトウヨ化っていうのも当然言えると思うし、うんうんうん、それから、まあ、行政かわいそうだなと思う一瞬思う時もあるわけ、うんうんうん、なぜかというとそうした電話だけじゃなくて、うん、結局議員使ってくるわけですよ、うんうんうん、地方議員とか地元選出の国会議員とか、うんうんうん、行政って議員にめちゃくちゃ弱いわけですよね、うんうん、そうしたところに配慮した結果っていうこともあるし、うん、で今回の長野市もそうです。保守系議員なんかガンガン詰めたっていうこともある、うん、それだけじゃなくて例えば我々これまでやってきた高崎の慰霊碑の問題もそうですし、うん、それから、もっと言えば東京都のね、うん、慰霊祭に追悼文を送らなかったこと、うんうんうん、小池都知事も同じこと言ってましたよね、うん、あの朝鮮人虐殺に関してはさまざまな説があるというか、うんうん、ないんだけどね、ないです、うん、説なんて一つしかないんだけどさまざまな説があるみたいな物言いをしたりする、うんうんうん、こうした形でもって塗り替えとかね書き換えというよりも歴史否定ですよね。だからその行政がもうそういうふうに、うん、もうそのちゃんと正しくしないといけないというような気持ちが全くない状況で、はいはいはい、言ったもん勝ちみたいになってるでしょ。その通りです。だから左翼もガンガン言ったりあの脅迫したりすればいいんじゃない。脅迫がどうかとね。いや言わなくてダメなんでしょ。結局上品な方を、うん、おとなしい方をほっといて、うん、めんどくさい方の言うこと聞くみたいな感じ。そうですね。でそれが必ず必要だと思うし、うん、もう一つは危機的なのは、うん、まさに野間さんが今言ったことに本質的な部分があるんだけども、うんうん、行政の側がね、うん、そうした意思を持ってた場合というのは、うん、主導してきますよ、うん、こうした動きを、うんうん、むしろ例えばそのリベラルとか左派とか言われてる方がね、うん、どんなに文句を言おうが、うん、行政がいわばネトウヨ化し強い意思を持った場合に、うん、強引にでも歴史は書き換えられていく、歴史は否定されていくという流れはどこかにあるわけで、うん、それが今全国各地でもって進んでるですね、うん、このことをちょっと僕もねいろいろまとめて、はい、行政するとこ追求したいなと思ってます。もう乗り物からいつもこういう話になっていきます、はい、ただ乗ってるわけじゃないですね、はい、そうですね、はい、はい、次テスラは我々のためにある、はい、はい、次はテスラ人民のために作ってる人民のね、はい、例のあれです。どこへ行かれたんでしょうか。お、なんか素敵な駅ですね。あの無人駅ですけれども。あ、無人駅、ね。はい。山が見えますね。稜線が綺麗に映ってます。電車がやってきました。お、近づいていく音がいいでしょ。これ珍しい電車なんですか。いや電車自体は珍しい。あの何系とか言わないでいいんですが、ね、僕らずっと毎週電車のあれやってますけど、はい、一回も言えたことがないですね、はい、うん、このね、活
タンガタンガタンっていう音がいいですね。まだ何度と言いますけどね、電車はね、はい、このカメラワークも素晴らしい。カメラワーク良くなって、だいぶ良くなりましたね、はい。そしてクロスディゾルブ、はい、で、私が今乗り込んだ駅はどこかというと、はい、このこちらの駅でございます。なんていうんですか、柳本駅ですね、はい。どこですか。これ奈良県です。奈良、はい、うん、奈良県の奈良駅から JR の桜井線、うん、万葉まほろば線という別名を持ってますけども、はい、そこから、まあ、20分ぐらい走った場所にあるのがこの柳本駅というところですね、うんうん、そのむっちゃくちゃ田舎ってことでもないのかな、やっぱりね、奈良ですからね。うん、そうですね、うん、はい。で、これがこれは何のためにここに、はい、何があるんですか、ここは。私もちょっと取材で出かけてきたんですけども、はい、柳本と聞いてピンとくる方もいらっしゃるかもしれません、はい、柳本にはかつて、うん、これ戦前戦中の話ですけど、戦中の話ですね、うん、柳本飛行場、これ大和海軍航空隊大和基地と呼ばれてますけども、うんうん、それで飛行場があったんです。そのピンとくる人いますかね。いますね、はい。これがその飛行場の跡地です。おーおー、今はこれはなんか田んぼみたいになってるんですか。そうですね、今田畑になってまして、うん、非常に緑が広がっててですね、うんうん、風が吹くたびに緑がサワサワって揺れて、うん、でお花がねチラチラって揺れる姿はとっても牧歌的で、うん、美しい田舎の、まあ、里山の風景を見ることができるわけですけども、産業遺産、軍事遺産ですよね、はい。この柳本飛行場跡地、うん、これも今写真出てるところがその場所なんですが、はい、300ヘクタールの広さ、うん、よくメディアはですね、うん、東京ドーム何個分みたいな言い方が好きなんで、うんうん、あえてその言い方をしますけども、うん、東京ドーム55個分の広さを持つ、うんうん、敷地に、まあ、海軍の飛行場があったわけです、うん。で、まあ、別に私海軍に興味があったわけではなく、うん、この飛行場で働かされていたのがその多くが朝鮮人労働者だったんです。例によってそういうことなんですね。そうですね、ウトロ、ま、京都のウトロも飛行場建設の、はい、人たちでした。そうですね、はい。この山の稜線、山の下が麓のあたりに住宅地が見えますけども、うん、あのあたりには飯場がいっぱいありました、うんうんうん、ですから今でも在日コリアン、あるいは朝鮮ルーツの方々がそこに住んでたりもするわけですけども、うんうん、今回ここに足を運びましたのは、うん、要するに今僕ちょっと仕事として進行しているのが歴史の書き換え、うんうんうん、各地で進行している歴史の書き換えをテーマにですね、こんなところで歴史が書き換えられているといった現場を、まあ、ルポする目的で、うんうんうん、各地に足を運んでます、うん、うちの近くでもこんな現場がありましたよ、こんな歴史が書き換えられてますよっていうことがありましたら、ぜひとも教えていただきたいんですけども、うんうん、で、実はこの柳本飛行場はですね、はい、朝鮮人労働者が3000人ぐらい働いていた、うん、そのことをですね、うん、かつてこの場所、こう奈良県の天理市という場所です。天理教の有名なところですね、はいはい。で、この天理市、天理市がですね、うん、この柳本飛行場跡地近くの公園に、ちゃんとした看板を作ってたんです。うんうんうん、ここには柳本飛行場という飛行場がありました、うん。多くの朝鮮人労働者が働いていました。うん、慰安所も作られていました。そうした看板をやってたんですが、うん、この看板が急遽ですね、うん、消されることになったわけです。これが消された場所なんです、うんうんうん、柳本飛行場の跡地近くにある天理市立の公園の一角に、うん、なんかすごく見つばらしいビニールシートがかけられて、うん、ガムテープもぐるぐる巻かれた謎の、建造物があるわけですけども、うん、これがその案内板なんです、うんうんうん、ここには朝鮮人労働者が強制連行され働かされていた、うん、で慰安所もあった、うん、そうしたことが記されていたわけです、うん、天理市の教育委員会によって書かれたもの。ところが2014年にですね、うん、まあ大体想像がつきますでしょ、14年というと時代背景から考えますと、ヘイトデモがまた村田ですか。そうですまあそよ風もそうなんですけども、さまざまなネトウヨあるいは保守系、議員などがですね、うん、市役所に文句を言うわけです、うん、強制連行なんてなかっただろうと、うん、慰安婦はただの売春婦だ、うん、みたいな形でもって電話攻撃、メール、それからブログによる書き込み、さまざまなものがありまして、うん、もう情けないですね、うん、天理市はこのようにビニールシートで覆ってしまったんです、うん、真実は後世の歴史家がはっきりさせるべきだと、うん、後世ではなくて今歴史家がきちんと証言していることですね。もうはっきりさした後ですよね。そうなんです、うん、でこうなってしまったと、今写真の通りです、うん、ただしですね、はい、やられっぱなしというわけでもなくて、うん、ちゃんと天理の地元の方々、うん、あるいは奈良県内の人々の間では、うん、これはいかんだろうと、うん、いうことでですね、新しい案内板を作って、うん、今はそれが、
きちんと人の目に触れる場所に立っています。それがこちらです。うん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 、やはり飛行場跡地の一角にですね、うんうん、田んぼのあぜ道のところにあるんですが、うん、この大和海軍航空隊大和基地、通称柳本飛行場について、うん、と、日本語とハングルで書かれた案内板が立てられています。ここにははっきりと、強制労働で働かされた朝鮮人労働者もいるということ、うん、それから近くには慰安所もあったと、うん、いうこともきちんと歴史的事実に基づいて記されており、でかつてそこで働いた人の証言なども、うん、簡易括弧を引用してですね、ここに書かれ記されていると、うんうんうん、こういった看板です、うん、ぜひ柳本に行かれた方は、行かれる機会があればですね、こうしたことも見ていただきたいなと私は思っています。これはでも天理市はでもこれカバーしたままずっとそのままなんですかね。そのままだ、どうするかまだ分かんない、うん、それからこの新しい掲示、案内板に関しても実は天理市はね、うん、つい昨年か、うん、これ撤去しろって言ってきたの、うんうんうん、いやだって民間地に立ってるでしょ、うん、撤去する根拠は何かというと、うん、この土地は農地なわけです、うんうんうん、農地法違反だっていう、つまり農地には耕作物を建ててはいけないっていうね、一説があるんですって。だからこれを撤去しろと言ってきた、うん、ところがこれを建てた市民団体、市民有志などが弁護士を交えて、うん、これ耕作物と言えないだろうと、うんうん、ただの看板じゃないですか。看板でもね、看板なんていくらでもあるじゃないですか、うん、田んぼに、うん、新幹線なんか走ってると田んぼにいっぱい観光看板立ってますよね、うんうん、ですから問題ないだろうということを、詰めましたら、さすがにそれは天理市を認めて、うん、余計なこと言ってしまいましたと謝罪をしたという一幕もあったわけですけども、いやでもさ、なんかそのネトウヨに気使いすぎっていうかさ、その、まあ、自信がないんでしょうね。そこに書いてあることが事実じゃないかもしれないって自分で言われたらそう思っちゃって、それを調べもせず、いや本来ならやっぱりそんなこと言ってきたら、はい、いやこれは史実なんだから、うん、やかましいって言って突っぱねるべきじゃないですか。いや本当それが公務員の、ね、やるべき仕事だと僕は思うわけですね、うん、僕も一時期はいやいっぱい電話かかってきてかわいそうだな、例えばコラボの件もそうじゃないですか、うんうんうん、わーっとかかってきて東京都も一日に何十件とかかってくるとさ、かわいそうだなと思ったんだけど、うん、いやかわいそうじゃないなって最近思ってて、うん、かわいそうじゃないね、うん、それはもう仕事職務怠慢だよね。そうなんです、うん、やるべき仕事をやってないだけであって、うん、ネトウヨの電話にたかがネトウヨの電話に流されて、うん、歴史を書き換えるというそのことの重大さをまるで認識してないのは、うん、むしろ公務員として恥ずかしいことであると僕はそのように思ってますね。はい、これ人民の話にもつながってくるんですけど、ね、そうですね、うん、まあ、いや、あとまたお話しましょう。さっき乗り物コーナーです、はい、いいですね、この鉄路の音から始まるところが ね今日も渋いです。お、今日は2両編成じゃないですね。そうですね。この駅実は私個人的には親しみ、野間さんはよくね知ってらっしゃる、はい、列車です。東武野田線アーバンパークラインって誰も言わないよね。野田線です。名前ついてからだいぶ経つけど。なぜここに行ったかですね。行田公園というところに来ています。行田公園、ちょうど東武線の塚田駅と、それから JR の船橋方田駅の間にある、とても大きな公園です。今日は休日なものですから、家族連れなどが大勢見えて、様々に皆さん楽しんでおられるわけですけども、その公園の一近くにこうしたものがあります。船橋無線塔記念碑と書かれていますね、この石垣の上には無線塔のを模した、石碑も建てられています。これ何かと言いますと、戦前戦中にここには海軍の無線送信所がありました。各地から打点された様々な情報がここを経由してさらに各地に送られる、そうした無線送信の重要な拠点の一つであったわけですね。今もうすでにありませんけれども、ここには記念碑だけが残されています。下には案内板があるんですね。これはどんなことが書かれているかというと、
非常に読みづらいので私は読みますが、ここは大正4年1915年に、創設された中継所であるということ、大正5年にはハワイ中継でアメリカの大統領とそれから大正天皇が、電波交信をした、その時もここが中継所となったということが書かれています。さらに少し明るくなっている部分がありますね、新高山登れ、つまり太平洋戦争の開幕を告げる新高山登れの無線電波もここから発信されました。そういうところなんですね。そしてもう一つ、関東大震災に関しても触れているところがあるんです。大正12年1923年にの関東大震災の時には救援電波を出して多くの人を助けた、そのように書いてあります。救援電波を出して多くの人を助けた、ここがその電波を発信した場所でもあるということなんです。そうした意味においては救援電波を発信したというところは記録はされているわけですが、この案内板には決して書かれていないもう一つの歴史が実はあるんですね。この、船橋無線送信所、ここは関東大震災の時に朝鮮人が各地で暴れている、朝鮮人が略奪行為を働いている、朝鮮人が暴動を起こそうとしている、そうした偽情報、ガセ情報、フェイクニュース、そうしたものがここから発信されたわけです。つまり各地の警察、軍隊などはここから発信された情報をもとに朝鮮人の弾圧に加わり、そして、メディアがそれを報じ、人々が朝鮮人虐殺に加わった、そうした構図が見えてくるわけですね。つまり虐殺のやっぱ端緒、やっぱ虐殺の情報源、発信源になっているのが船橋の電波送信所ということになります。そうしたことは案内板には一切触れられていません。もうね、安田浩一が電車乗っていくとこう、すべて朝鮮人がひどい目に遭ってます。そういうことばっかりかっていう、ね、まあね、このところね、その連続してますね。はい、もうまたかって感じですよね。はい、でも本当にどこに行っても、あるんだよね、うん。必ずありますね、はい。というぐらい、当時、その日本に朝鮮人がたくさんいたし、はいはい、割とひどい目に遭った人もたくさんいたということが、はい、この番組を毎週見ていると分かってくるんじゃないかなと。という、なんかやっぱり、現場の映像を見ると、実感みたいな、まあ現場に行けばもちろんのこと、映像を見るだけでも、実感みたいな、想像みたいなことがあるじゃないですか。そうですね。あの事件の現場には事件であらゆる事件がありますけども、うん、やっぱりその現場に足を運ぶと、ある種の磁力、磁石の、磁石の磁力ね、うんうんうん、ある種の磁力みたいなものを感じるんですよね。うんうん、だから、ね、極力僕は昔の、話題であっても書物だけじゃなくて実際に足を運ぶってことを今してるわけです。うん、その磁力を感じるために、そして何か残ってるんですよね、うんうん、そうしたものをやっぱり拾い集めてみたいと思ってるのは、やっぱり危機感持ってるから、僕自身が、うんうんうん、あのさっきの未来思考ではないけれども、うん、あったことがなかったことにされることがあまりにも多すぎるので、うん、そこをきちんと記録したいという気持ちはあります。うん、ちなみにこれ、あの、東武野田線の塚田駅、うん、はい、それから、JR の船橋本店駅のちょっと間にある行田公園、行ったことあります？行田公園。行田公園に行ったことがないんですけど、船橋から、2駅ぐらいですね、塚田って、ね、ちょっと北に上がったところで、はい、あの、こういうふうに丸くなっている。そうなんです。要するに円形なんですね。軍事施設、もともと軍事施設でそこに電波塔がいっぱい建ってて、昭和40年代ぐらいまで建ってたのかな、で今はそこ団地と公園になってるんですけども、はい、あのこれは、夏見台っていうところがあって、でこのさらにちょっと右上の方に行くと習志野駐屯地じゃないですか、それで去年の、関東大震災特集でね、はい、あの現場をいろいろ訪ね歩きましたけど、あの時に船橋駅、船橋駅のすぐ裏でも、はい、あのそういうことがあったとか、千葉の方結構行きましたよ ね、 たね。で、やっぱり習志野駐屯地っていうのが一つのポイントになっているっていう話もしました。だからこの辺りは軍都だったんですよね。うん、まさにそうなんです。うん、軍と船橋なんです、うん。で、非常に興味深かったのはね、うん、実はこれあまりにも広すぎる公園なので、うん、この送信所跡を見つけるのに苦労したの私。
どこにあるのか分かんなかった、はいはいはい、でネット見てもよく分かんなかったんで、うん、私ちょっと公園の外に出て、うん、そしてどっか知ってる人いないかなって探したら一軒の酒屋さんがあったんです、うん、佐藤さんという酒屋さんだったんですが、うん、その酒屋さんに入ったら、うん、まあ、結果から言うと93歳のおばあさんがいらっしゃいまして、うんうん、店主を務めてる、うん、でその93歳のおばあさんに電波塔の場所を無送信所の場所を聞きましたら、うん、すごく丁寧に教えてくださったんですね、うんうんうん、でおばあさんがこちらが聞いたわけじゃないですよ、うん、あの僕が送信所に興味を持ってるっていうんで、うん、おばあさんなんかゆで卵をちょうど食べてる時だったんだけど、うんうん、ゆで卵を食べながらいろいろお話をしてくださったの、うん、この辺も空襲があったんだと、うんうん、で送信所を守るために、うん、高射砲が置かれてですね、うんうん、B29 が来るたびにパン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 上に放つんだけど一つも当たらないのよっていう話をしてくださった、うんうん、あるいは飼ってた犬がいたんだけど子供の頃、うんうん、その犬の毛皮を軍隊に供出しなくちゃならない、はいはいはい、だからすごく可愛い犬だったのに、うん、軍隊に取られてしまったのって話をした、うん、それからですね、うん、この辺には朝鮮人も多く住んでたのよ。ああ、もう自然にそういう話になるんだね、うん、で近くに工場があってね、うん、で工場があってそこにやっぱり多くの朝鮮人が働かされていたと、うん、そしていつもお腹を空かせてたのね、うん、でかわいそうにねっていうことを自分の母親と話してたと、うんうんうん、でと言ってその後に続いた話が震災の話なんです、うん、関東大震災で実は93歳ですから関東大震災は知らないわけです、うん、自分の親から伝え聞いた話と断った上で、うんうん、こうおっしゃったのね、うん、いや実はねとうちの両親が見たらしいんだけど、うん、船橋駅の近くに三角公園があってまさに行きましたね。あ、行ったところですね、はい、僕と野間さん去年行きましたけども、はい、船橋駅の近くに三角公園と呼ばれている公園があって、うん、そこにずらっと朝鮮人の死体が並べられてた、うん、それを見てうちの両親がすごく怖がってたと、うんうん、こんなたくさん殺されたんだ、うんうん、そういう話を聞いたのよっていう話を93歳のおばあさんが酒屋さんの店内でしてくださったんですね、うんうん、でそういった意味でこの送信所が、まあ、虐殺あのいわゆるデマの発信源であったと同時に、うん、やっぱりその船橋で殺された朝鮮人の記憶というものが、うん、今なお93歳のおばあさんに引き継がれているということ、ね、そのことに改めていろんなことをまあ考えざるを得ませんでしたね、うん、だから結局ねあの、うん、嘘だとかその作り話だとかいうやつらって、はい、そんなたまたま行ってたまたまおったおばあさんがそんな話するわけないでしょってい う, そうです、ね、はい、作り話だったらね、そんなにほとんど殺されてないんだったら、はい、たまたまいやアポも取らずに会ったたまたま行ったおばあさんがそんなものを見てるはずないでしょっていうことがもうやっぱり現場に行くと、はい、その分かるという、ことですよね。そうです。あの、はい、今回はあの鉄道乗り物コーナー安田さんの立ちレポまで、はい、入れていただきまして東武野田線先ほどちなみに東武アーバンパークラインと言われましたが誰もアーバンパークラインと言わない。なぜならば全然アーバンじゃないから。いやいやいや、まあ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 、でもパークはありますからね。パークははい、行田公園とかね、いろいろ。あ、まあでもアーバンか。船橋とか終着、あの、船橋と大宮を結んでるのが東武野田さんですよね。そうですね。途中に柏とかもありますからね。そうですね。なかなか。あはアーバンっぽいかもしれません。アーバンだけど誰も言わない。ずっと東武野田線。線はい、はい。はい。では、まず、これからや。来た来た来た。また、なんか、普通の電車です。普通の電車です。これ、普通の上の東京ラインですよね、これね。はい。本庄って、はい、今私は埼玉県の本庄市、本庄市の中心部にある旧本庄警察署の前に来ています。あのこの建物は1883年
明治16年に本庄警察署として建てられたものです。ご覧の通り洋風建造物で、非常に貴重な近代化遺産の一つとして地元でも記録されています。木造2階建て、漆喰塗りの大壁作りで、正面2階のベランダにはですね、アカンサスの葉を彫刻した、木製列柱が設けられています。ちなみにですね、これは、この建物は昭和10年1935年まで警察署として、機能していました。その後はですね、消防団の本部だったり簡易裁判所だったり区の検察庁、公民館、図書館として、利用されてきた。そしてその後ですね、1980年に歴史民俗資料館として開館をしたんですね。だこちらには、本庄の、古代から近現代史に至るまで、様々な資料が展示されていたということになります。2020年に、その役割を終えて、今は中に入ることはできません。で、実はこの歴史民俗資料館の中には関東大震災の朝鮮人虐殺に関する、資料、例えば裁判後半の文書類であるとか、そうしたものが展示されていたんですね。この本庄で何が起きたかと言いますと、いわゆる本庄事件と呼ばれているものです。1923年、今から100年前ですけども、東京から避難してきた人々がいました。ちょうど9月1日の震災以降、東京から多くの人が避難してきたわけですけども、地元の人々は自警団を組織し、駅や道路で検問を実施したんです。そこで多くの朝鮮人を捕らえ虐殺したという事件なんですね。この本庄の場合ですと、非常に自警団がですね、想像しかったものですから、地元警察署が朝鮮人を保護するという名目で、この警察署に避難させたわけです。そこで、隣県である群馬県に移送しようと考えた、いわば追いやってしまおうと考えたわけですね。そこでトラックに乗せてこの警察署から群馬県に向かったわけですけれども、群馬県側がこれを拒否した。まあ、群馬県側にも自警団がいましたし、群馬県としても、朝鮮人が来てもらっては困るということで追い返してしまったわけです。そこで仕方なくトラックはこの警察署に戻ってきたわけですけれども、その時警察署の前には、数千人と呼ばれているボート、つまり自警団をはじめとするボートが、この辺に固まっておりまして、そこで、トラックから朝鮮人を奪うと警察の中にも乱入し、そこで多くの朝鮮人を殺してしまったんですね。どのくらい殺されたのかと言いますと、市の記録などによればだいたい80人ということになっています。100人ぐらいという説もあります。そうしたことから、この旧本庄警察署というのは虐殺の現場でもあるわけですね。そうした資料が、この警察署が改築された後の、歴史民俗資料館に残っていたわけなんですけれども、現在その資料は一体どこに行ったんでしょうか。実はこの歴史資料館が閉館しましたのは2020年です。ちょうど2020年に、ここから少しばかり離れた、新幹線の本庄早稲田駅の近くに、本庄早稲田の森ミュージアムという市と早稲田大学が、共同出資して作った新しい、博物館が完成しました。そこにこの中の資料が移送されたというので、まずはそのミュージアムに私これから向かっていきたいと思います。現在この、旧警察署の中入ることはできません。歴史民俗資料館としての機能も2020年で終わっています。本庄事件の資料を求めて、次に来ましたのが、本庄早稲田の森ミュージアム、2020年に開館したオープンした美術館です。歴史資料館という位置づけになってます。こちらにですね、先ほどの歴史民俗資料館が閉館した際、資料が継承されたと伺ったわけですけども、中に入って聞いてみたところ、こちらには近現代史の資料はないという答えでした。正直中に入ってみますと、あったのは埴輪ですね。こちらは、古代
考古の、資料が展示されているという形で、近現代史の資料は、このミュージアムには継承されていないということでした。ちなみに、歴史民族資料館にあった近現代史、つまり、関東大震災などの資料を含む近現代史の資料は、もしかしたら市内にあるレンガ博物館、もう一つの博物館があるわけですけども、そちらに、移送されているかもしれないということなので、今度はそちらを伺ってみたいと思います。ハニワですから、ハニポン号なる、バスが出ているようです。はい、こちらは本所レンガ倉庫。本所レンガ倉庫と呼ばれている建物です。かつてはですね、本所商業銀行という、まあ、地域の銀行が建てられていた場所ですね。歴史のある銀行だったそうですが、現在は、本所レンガ倉庫としてですね、資料館として機能しています。で、早稲田の森ミュージアムで、一部近現代史の資料がこちらに行ったということなので、中に入って見てきたわけですけれども、やはりここには関東大震災関連の資料はありませんでした。こちらに展示されているのは主に中山道の歴史、それから、本庄っていうのがいわゆる繭の、市場として、機能してた町なものですから、そうしたお蚕さんですとか、そうした資料が絹産業の主に資料が展示されているといった具合です。学芸員の方に伺いましたら、こちらにあるのは確かに一部近現代史の資料、歴史民族資料館から、移されたけれども、主に明治期までであって、それ以降の資料は、こちらにはないとのことでした。それでいろいろ関係者に当たってみましたら、関東大震災はじめ、いわゆる、大正昭和期の資料というのは市の収蔵庫に収められている、つまり、かつて歴史民俗資料館にあった資料、特に関東大震災における朝鮮人虐殺の文書資料などは一般には現在展示されていないということになりました。ということで、いきなり乗り物コーナーの充実ぶりがすごい。一挙にドキュメンタリーになりましたね。ええ、心がけております。っていうか、電車がちょっとしか、なんか電車がどうでもよくなってるという。電車普通の、あれ上の東京ラインですよね。はい、あ、その通りです。普通の上の東京ライン、はい、最初にチラッと出て乗り物コーナーと言いながら乗り物、しかも、ハニポン号にも乗ってないです、ね。ハニポン号、これは、ちょっと時間もあって、ハニポン号に乗ってから。だからね、乗り物コーナーにハニポン号を使いたかったんだけど、うん、時間的にハニポン号来ない。来ないのね。はい。待たないと。そう、いけない、ね、ちょっと、うん。待つのが記者の仕事なんちゃうか、その後、いろいろ仕事が入ったもんですから。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、この、でもこのリポートは、なんかいろんなことを示唆していますね。その通りです。資料が、どっか行っちゃった。ええ、わざとですかね。うん、正確に言いますとね、うん、まあ全く展示を今後考えてないわけではない。これが正確な回答なんですね、うん、ですがもしかしたら今後やるかもしれないけれども、うん、ただどこにそのスペースがあるのかって話なんですよ、うんうん、市ではそうした展示ができるスペースっていうのは先ほどの本庄早稲田の森ミュージアムと、うん、それからこのレンガ倉庫、この2つしかないわけですね、うんうん、でそのどちらも、明治期までの資料、それから古代の資料でもすでにいっぱいなわけです、うんうんうん、果たしてこれをじゃあきちんと展示する、機会があるのかどうか非常に疑問に思ってます、うん、これは広島のね例の裸足の弦を、うん、指定教科書から外したのと同じような形でもって、うん、様々な理由をつけてはいるけれども、うん、私はね見せたくないんじゃないかと思ってるんです、本音の部分では。この機会にね、なんかそのこうリニューアルしたから、今ちょっと展示しなくなっちゃいましたとか言いながら、はい、もう永久に展示しないみたいな、つまり地域のなんだろうな負の部分を見せたくない、うん、あるいは負の部分だと思ってないのかもしれない、そもそもが。あ、そんなことはなかったということにしたいのじゃないかと、うん、だから歴史を捨て去ったりなかったことにする、うん、あるいはもう、その歴史を改ざんする、否定する、うん、そうした一連の流れの中に、うん、この本庄市の動きも含まれるのではないかと思わざるを得ないんですよね、うんうんうん、
って、うん、関東大震災の朝鮮人虐殺の記憶そのものがね、うん、今改ざんされようとしてますでしょ、うん、各地でも東京なんか特にそうですけども、うん、そうした流れの中で、うん、この本庄市はもしかしたら今後永久にこれを展示しないのではないかという気がしないでもないです、うん、まあもちろん今後注視して私は追いかけてみようと思ってますけれども、うんうんうん、これは安田さんは、なんか本にまとまるんですかね、はい、この取材は。そうです。関東大震災に関しては、うん、朝鮮人虐殺に関しては、うん、近く発表しますけども、本にまとめる予定でおりますので、うんうんうん、今その取材をしている最中です。北関東を主に行ってる感じですか？いや、違います。そういうわけでもない。はい。まあ、このままどうも隠しちゃうんじゃないのっていうことを今チャット欄でもみんなそういう予想してましたけど、だからもうなんかそういうことしそうという、あ、こういう機会にこれ隠すなみたいな感じがありありとしますね。みんなに伝わってるっていう、はい、そういうことじゃないですかね。そうですね。埴輪も大事だと思いますし、うん、シルク産業の歴史も大事だと思いますよ、うんうん、地域の中において。でも地域として何をしたかってことをきちんと記録に留めておかないと、そこだけないんだもん ね。そうなんです。これはやっぱおかしいですよね、うん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 、でもそれはほら教科書も含めてさ、うん、今そういう流れにあるわけじゃないですか、うん、だから、まあ、どこでもそういう感じなんだよね。ちょっと僕はほら九州ツアーの第2回目が全然出てこないなと不審に思ってるかもしれないですけど、はい、今ちょっとまだ編集中で、で先にちょっとネタを言っておくと、八幡製鉄所のね、はい、動画なんですけど、八幡製鉄所の中にもやっぱりミュージアムがあるんだ。お、ほい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 。でその八幡製鉄の 今だからなんかその会社が作ってる資料館があって、やっぱりその中にその戦後の復興のこととかね、鉄のいかに新幹線とかねビルとかにこう貢献してきたかみたいな話しか書いてなくて、やっぱりその強制労働のことなんかもちろん何にもないし、戦前どうだったかみたいな話も一切ないっていう。だからこのミュージアムっていうのはいろいろな意味でやっぱりやばいなっていう、その思惑っていうのがナショナリズムの思惑で作るとナショナリズムのプロパガンダ装置になりますよね。だからそれの代表があれじゃないですか、うん、産業遺産なんとかセンター、まあ典型ですよね、市ヶ谷にある、はい、あれは軍艦島のことに力を入れてるけど、産業遺産でいかに日本人が頑張ったか、そしていかに朝鮮人とかにも優しくしたかみたいな、はい、嘘の歴史をプロパガンダするためのものですけど、ものすごいちゃんとした、前も言いましたけどめちゃくちゃちゃんとした博物館なんですよね。そうです。ちゃんとしたっていうのは、そのお金をかけて、見せることがきちんとね、気を使った。そう、展示が見やすくて、わかりやすくて、で、そのまま、へーとか全部納得すると、プロパガンダに騙されるっていう仕組みになってるという、そうですね、まあ、そういうものなんですけども、なんかちょっと、博物館気をつけないとね、みたいな、そういうことも、言えてしまうんじゃないかなと。そうですね。だから博物館のあり方っていうのもやっぱ考えなきゃいけないと思ってて、うん、美しい物語を述べるだけが博物館の役割ではないということ、これやっぱ各地の人はちゃんと意識してほしいですよね。なんかそんな昔はさ、もうちょっとそういうこと分かってたけど、最近なんかそのネガティブなことを言うのやめようよみたいなのが、うん、その学術、そのなんていうの、アカデミアとか、うん、そういうところにまで浸透してません。浸透してますね、確かにね。だから歴史なんかもそうだけど、はい、だから博物館っていうのは、うん、でも外国の歴史博物館ってちゃんとやってるじゃないですか、中国のそういう負の歴史を、はい、それやるのが正しいとして、みんな当たり前のことして受け入れてるという、うん、日本だけどんどんそういうことをやらない方向に、幼稚な方向に行ってるなっていう感じがやっぱりするので、うん、それは今日のテーマそのものなんですよね。そうですね、はい、だから大日本ヘイト、なんていうの、ヘイトネーションからヘイト帝国、やっぱ時代が今ちょっと対抗したじゃないですか。うん、だからそういう、なんていうか、バックワードっていうか、そういう流れの中に僕たちは今いるんじゃないかなっていうのが今日のテーマとなります。はい、乗り物コーナー。今回の話ですね。トラックですか？違いますね。このね、なんかダークな人工島みたいなところ、ダークな人工島みたいなところに行ってきたんですけど、僕もこう行ったことありますよ。このなんかダークな電車来たでしょ。カメラワークがいいですね、このまさにね、さすがに。またダークな、ダークな電車来ましたよ。
邪悪ですかこれ。電車は邪悪じゃないと思う。悪の人口と走ってるイメージ。この土地にはね、あのその邪悪な陽気が漂ってますけど。邪悪って住んでる人もいますから、ね。あ、そう、ごめんなさい。あんまりなんか見たじゃん。はい、あのでもなんかもう曇っててさ、邪悪な感じしたでしょ。いや、まあ、まあ、曇ったらみんな邪悪に見えるけど、ある種の磁場がね。これで映ってるの全員維新に投票しますよ。いや、ひどいな、それ。ひどい。で、ここに着くんですよ、さっきのに乗ったらね。はい。だから邪悪な感じがしてしまうっていう、うん、そうですね。あの土地に何の罪もないけれども、うん、あのこの建物には大きな罪があるというお話が今日これから始まるわけですよね。そうなんです、はい、で、おっと言ってなんか国会議員がなんか入っていくぞみたいなところでね、うん、待ち構えてたわけでしょ。いやいや、あの何時何分こう通りますんでみたいな。そうそうそう、よくある打ち合わせがあって、ね、そうそうそう。視聴者です。投稿が来ちゃいました。知ってる人は知っている踏切ですね、ここはね。どこなんですか、これ。言ってもいいですか。八王子ですか。やっぱね、韓国のソウルです。わー、なんだろう、電車か。これはジニーゾーン。はい、今日はですね、投稿をいただきまして、はい、誰からでしょう。僕純理さんという方から、はい、いただきましてですね、結構ね、キャプションもきちんとついてて、今の点々ゴリってなってるんですけど、これは何なんですか。はいはい、これちなみにハンドルネーム僕純理さん、つまりパクスニさんですね。はい、僕の知り合いにもパクスニさんという方いらっしゃるから、もしかしたら同姓同名かもしれませんね。そうですね、はいはい、そのハンドルネームパクスニさんから、いただいたまず動画だということをご紹介したいと思います。はい、これソウルのリュウさん、ヨンさんですね。ヨンさん駅の近くのハンガン路にある、はい、通称天天通り、天天というのはですね、はい、オノマトペなんですよ、要するに、うんうん、日本では踏切の音ってどういうふうに表記します？カンカンですね。カンカンとかって言いますよね。はい、韓国では踏切の音、オノマトペは点点なんですね。うん、だから点点点点っていうふうに響いて、よく表記されるわけですけども、はい、その踏切があることから通称点点通りというわけです。はい、で、このハンドルネームパクスニさんはですね、はい、この点点通りを訪ねたらしいんですね、最近ね。で、通りの入り口にはここにも書かれてますけども、うん、日本語でも書かれた看板がある。日本語で書かれてるね。うん、ハングルの下にですね、書いてありますね、イーチョンロっていうのが書いてあって、うん、その下に、イーチョンロって住所がそのままカタカナで書いてありますね。そうですね、カタカナでも書いてありますね。はい、韓国には日本ではですね、ハングル表記を見ると怒る人がいるわけですけども、うん、そういう人はここには近寄らない方がいいですというのが、ね、このハンドルネーム、はい、パクスニさんからのお便りにも書いてました。はい、で、踏切の音が点々言うので点々通りって言います。はい、ほらチョンドファン時代に、ええ、テンジャンニュースってあったよね。ああ、ありましたね。要するに、ピーンとかって9時になったら時報がピーンってなって、ええええ、そこから、チョンドファンとか、僕の顔がドーンと出てくるんですね。ドーンと出て、その、動向を伝えるっていう、一時期ニュース、9時の NHK のニュースもそういうのになりかけましたけど、ええ、あれもテンなんだよね。はい、だからポンとかピーンとかカンとかいうのは全部テンになる。テンね。なんか音が、そのね、オノマトペとしては点という音が使われるんでしょうね。韓流ドラマによく出るんですか。うん、あと、まあ、映画なんかでもよく使われる踏切ですね、ここはね。まあ、ソウルの街中にあるということ、ヨンさんの近くっていうね、中心街でもありますんで、うん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 、あっこにもね、ハンドルネームパクスニさん、くどいですね、ハンドルネームパクスニさんからも、うん、点々っていうので点々通りと呼ばれていますということが、はい、言われています。はい、はい、でさっきの踏切が、はい、近い距離に踏切が2つあり、ね、南側の単線踏切は貨物列車や、なんか鉄オタなんですかね、はい、この人ね、貨物列車や、うん、臨時列車。動画の伏線踏切は、京畿中央線の一般列車や、チュンチョンに行く ITX 青春などが通ります。はい、このハンドルネームパクスニーさんも鉄道オタクなんでしょうね。鉄ですね、この人ね。ね、はい、でね、ものすごく詳しい。ね、京畿中央線は、これ皆さんちょっと字見えるかな、京畿中央線は、京畿線と中央線が接続運行されていますが、京畿線は渋沢栄一などによる
KF 鉄道株式会社によって敷設され、日韓併合前の1905年に全面開通した。当時は新移住、さらに大旅行を挟んだ新国の安藤、今の担当までつながっていたので、そこから満鉄に乗り換えて、ロシアを目指すこともできました。今では多くの人の日常を支えている韓国の鉄道ですが、もともとは朝鮮半島を植民地支配し、さらに満州も我が物にするための軍用鉄道として生まれたものです。ドラマで見たり訪れた際には、そんな歴史と切り離せないことを心に置いてほしいと個人的には思います、ということなんですけど、ね、この方文章うまいですね。うまいっていうか、なんかライターさんみたいですね。もうなんかキャプションの文字数までぴったり合ってるので、ね、これはなんかプロの寄稿作家の方じゃないんでしょうか。もしかしたらそういう方かもしれませんね、はい、このハンドルネームのパクスミさんという方は、はい、そして、ご飯屋さん、はい、予兆の食堂行ったことあるんですか。ここ、いや、僕はないですね。ランチのおすすめって書いてありますね、はい、ランチはおすすめなんですけど、はい、予兆食堂ね、はい、メニューは日替わり定食のみなので言葉が分からなくても自動的に出てきます。この日のメインはめちゃうまいタラの煮付けでしたが、写真を撮りそう撮ってないのかよ。メインがないんだよね。うん、ナムルのおかずだけ、まあ。これがなんかライターのパクスミさんとよく似てますよね。そうですね。どっか抜けてるところがね。はい、仲のいい方ですか、パクスミさん。いや、同じ方かどうかわかりません。いや、同じ方ですから。同じ方ですかね。結構旅行ものというか、いろんなところを行って、ほら、沖縄のね、共同売店だとか、そうですね、いろんなところの本屋さんとか、離島の本屋さんとか、そういうところを行って、本を出している方で、今回、我々のために投稿してくださいました。ありがとうございました、パクスミさん。これでいろんな人から投稿が来ちゃうぞ。いや、でもいいんじゃないですか。だね、僕もね、うん、お手本になりますよね、これから投稿する人は、ね。これはね、ここまでやるのは立派なもんですね。うん、ただ僕は京浜鉄道っていうのはね、うん、まあ、いろんな意味で僕もすごく興味と関心を持ってましてね、うん、僕昔満鉄の取材をしたことがあったの、うんうんうん、旧南満州鉄道、うん、旧満州、現在の中国東北部を走った列車ですけどもね、うん、でその流れの中でこの京浜鉄道っていうのが当然出てくるわけですよ、うんうんうん、でその当時っていうか、このちょうどね1900年前世紀の初めぐらいですけども、うん、日本の国鉄はね、カンプフェリーで渡った釜山から、うん、その釜山から京城、現在のソウルまで鉄道がつながった、はい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 、だから日本ではね、東京発ソウル行きの鉄道切符売ってたんですよね。売ってたんですよ。ところがこの京浜線、うん、京浜線を運営している京府鉄道もですね、うん、京浜線を使って、うん、満鉄を経由し、うん、さらにシベリア鉄道を経由し、うん、ドーバー海峡の船券もセットとしたロンドン行きの切符を出してた。つまり、プサン発ロンドン行き、うん。つまり、東京からプサン、ソウルまでの切符と組み合わせると、うん、東京からロンドンまで一部航路があるとはいえ、うん、鉄路で結ばれてたという、そうですね、夢のようなね、鉄道ファンにとっては、うん、そうした切符もあったわけですね。うん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 、だから非常にまあ、ただしこれが日本の植民地下において行われたということ、うん、それからこれは植民地運営を容易にするための鉄道であったわけですね。もともとずっと日本はその朝鮮半島及び中国東北部の鉄道利権を狙ってたわけですから、うん、特にこの朝鮮半島の鉄道っていうのは、これアメリカの鉄道のモリスっていたんだけども、うんうんうん、このモリスからこの敷設権をまあ、奪い取るというか買い取ることによってですね、手に入れることによって、まあ、鉄道が一本化したという歴史があるわけです、うんうん、でその時の南安州鉄道にはですね、うん、特急アジア号っていうのを走ってます、うんうん、で僕はそれが大好きだった昔子供の頃から、うんうん、アジア号の絵が好きでね、うん、このアジア号っていうのは後に新幹線となるわけです、うん、ただこれも僕は子供の頃は分からなかったけども、いわば日本の植民地支配それから満州国の利権のためにですね、うん、の通されたその鉄道の、うん、まあ、象徴だったわけで、はい、その植民地主義的なるものっていうもの発想が子供の頃僕にはなかったものですから、うんうん、無邪気にアジア語かっこいいと思ったんだけども、うんうん、やっぱりいろんな思いがありますね、今となっていますとね、うん、はい、ちなみに新幹線とモデルとなったのがこのアジア語でした、はい、パクスミさんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。またどっか行った時に撮ってきてください、はい、珍しいとこでお願いします。安田さんももうすっかり撮らなくていいんじゃない、自分は撮らなくていいんじゃないかみたいな気持ちになってるんじゃないか。いや、そんなことありません。私も点々っていう踏み切りの音を聞くたびに血が騒ぎます。何かしなければという思いに常に撮ってます。ガンガン撮ってくださいね。ええ、はい、地方に行った時には必ず動画を回すという癖が今ついてます。はい。最後乗り物コーナーです。はい。
ちょっと心を洗われる感じにして終わっていきたいなと。洗われますかね。さあどうでしょうか。はい、ちょっと、はい、じゃあ乗り物コーナー行きまーす。これは歩道ですね。この、これ、遊歩道ですね。そうですね。遊歩道ですね。歩いてます。大島緑道公園っていう、緑道が公園になってるんですけど。はい、江東区ですね、これ、ね。乗ってへんやんって言われてるけど、ね、乗ってないんだ、だからさ、乗らないといけないのか、乗り物コーナーは。そうじゃないよ。そうだそうだ。そんなことが決まってるのか、うん、違うよね。違います。乗り物があった場所にも我々は思いを馳せる。ほらほら、線路出てきた、ほら。これ線路や。鉄路や、これ。人民の。あ、すごい。線路残ってる。うん。この線路があって、こうなんだ、こんなところに電車が昔走ってたんですかとか言うてね、これ都電が走ってたんですけど、うん、都電より前に、さらに別の電車が、上等電気鉄道って言って、はい、電気軌道ですね。上等電気軌道が、はい、そういう上等電車と呼ばれているものが白東って書いて上等電車ね、はい、走っていて、それが都電に変わるんですね。そのまんま、はい、チンチン電車みたいなのが、でその線路の跡が一部この江東区の 大島に残っているとお、はい、いうことなんですけども、その昔ここにどんなのが走ってたかというと、一両のこういうのが走ってたわけですよね。はい。で、これ安田さんと一緒に撮影してるんですけど、なんで安田さんと一緒にこんなところにこんな歩道を撮影してるのかっていうところが、一つのこれからの安田さんに説明をしていただかなければならないことではないかなと思うんですけども、うん、はい、なんでこんな廃線跡に行ってるんですか？ね、我々別にその電車の跡、まあ、上等電気軌道、うん、いわゆる通称上等電車のことを調べに行ったわけではなかったんですね。そうですよね。調べに行かないんですよね、別に。ね、僕と野間さんがその場所に行ったっていうのはやっぱり他の理由があったわけで、うん、ちょうどこの僕と野間さんが、この上等電気軌道、この場所は大島、今でいう東京都江東区の大島周辺になるわけけども、はい、うん、ここは関東大震災直後の中国人の虐殺現場なんですよね。この一帯でもって、この大島周辺でもって、うん、関東大震災直後に虐殺されたのは、朝鮮人だけではなくて、うん、外国人で言うならば、中国人もまた多くが殺されてるわけですよね。はい。去年、9月1日に放送した、中に、僕ら2人で大島に行った動画がありましたよね。はい、で、はい、また再訪したという感じですよね。そうですね。はい、ちょうどまあ、ここで中国人虐殺現場を歩くっていうフィールドワークが行われたものだから、うん、僕も野間さんも参加をして、はい、そして、その虐殺現場、あるいは虐殺に至った経緯などを調べながら、この近辺を歩き回ったっていうのがちょうどこの日だったわけです。うん、はい、で、ちょうどこの線路が通っている場所の中に、うんうん、まさに虐殺された王貴天さん、有名な方ですよね。うん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 、中国人の王貴天さん、うん、王貴天さんというのはいわば中国人のこの社会活動家、うん、ワン・シティエンなんですね、うん、ワン・シティエンさんの、うん、いわば事務所、まあ、共日共済会という事務所があったんですね、うんうんうん、でその事務所前をまさにこの鉄路が通っていたわけです。事務所というのはこれね、そのワークショップがあって、それの、はい、中村さんっていう、竹内さんという方が地図を作ってらっしゃるんですけども、はいはい、この緑色の縦の線がさっき の緑道ですね、はい、あ、はい、これちょっと待って、天地が逆になっている、あ、なってないね、あ、それでさっきのその大木店さんの事務所があったのが、このひし形みたいなのの右上の方、それでその斜め前に、亀戸事件の時に殺された人の自宅もあるということですね、
その大木店さんの事務所跡っていうのは、ね、まあ、その京日共済会の跡っていうのは、今はもうこういうふうにただ の、はい、あの全然関係ないマンションとお店になってるんですけども、要するにその電車の、うん、線路の目の前に、当時大正時代はまだ都電ですらなく上等電車、その線路の目の前にあったということをいろいろ学んできました。はい、はい、だから乗り物が、あで、この、いろいろ取材とかもしてきたので、この間、その、9月1日前後に、また、まとめてやりたいなと思っております。はい、そうですね。だからね、乗り物が ないからといって、乗り物コーナーじゃないと言えるか、かっこいや言えない、みたいな感じじゃないですか。うん、そうですね。もう一つ言うならばね、はい、この鉄路があったということは、なんでこの鉄道ができたかっていうと、これ、まあ、錦糸町から、うん、今でいう錦糸町から小松川の間に開業した電車なんだけど、うん、もう、ここにあえて電車を通した理由っていうのは、町工場が多かったからなんですよ。うんうんうん、そのための通勤として利用されたんだけども、うん、その町工場の中で多くの中国人が働いてたんですよね、労働者として。うん、で、大島近辺は、その東洋モスリンとか、そういうのの工場があったりしたんですよね。はい、うん、でそうです。で、そういうところに中国人がたくさん働いていて、それで、関東大震災の翌日、翌々日ぐらいに、やっぱり自警団に殺されてしまうんだけども、はい、ポイントは、別に朝鮮人に間違えられて殺されたわけじゃなくて、中国人は中国人で、意図的にやはり殺していたと。いうことがいろいろ調べるとよくわかるという、はい、そういう話を9月前後にやりたいなと思っております。はい、そうですね。はい。はい。いよいよ、ラスト雑談。乗り物コーナーです。乗り物コーナーね。乗り物コーナーね。また視聴者の方から投稿がありまして、その視聴者の方というのが、あの地味蔵さん。地味蔵さん。いつも僕らの乗り物コーナーを見て、はいはいはい、シャバンを全部言って、ツイッターに書いてくれる人ですよ、これは。素晴らしい人ですよね。そうそう、はい、その人がついに。地味蔵さんがついに自ら、ついに投稿してくれて、プロだわな。もうプロです。映像全然違いますから、僕らと。で、ちょっと3分ほどあるんですけど、僕が撮った映像とは違う。もう全然クオリティが全く違います。はい、ちょっと見てください。これ南部線です。もうアングルからして違うでしょ。ね、一体どっから撮ってんのって感じだよね。指定機ですね。浜川崎。やばいとこ行ってますね。すごいな。ちゃんとこう これが本物かとか言って。
浜川崎駅っていうのがやばいんですよ。この2つ、鶴見線とね。ここはね、やばい駅ですよ。うん、面白いですよ、本当に。南部線と。僕も行ったことあるんですけど、同じ駅なのに一回改札出ないと乗り換えられないようになってるんですね。うん、こういうね、もうちょっと詳しすぎて、素晴らしいね。解説のね、もうついてるんですけど、鉄オタ的に詳しすぎて、はい、ちょっとつまんないので、はしょりまして。どこからどういうアングルで撮ってんだろうっていう、本当それが気になるぐらいに素晴らしい。難しいことがいっぱい書いてあって、とにかくその南部線っていうのは、もともと南部鉄道っていう、まあ民間路線だったのが、もうその、はい、終戦直前ぐらいに、まあ、国有化されて、で、鶴見線も同時に国有化されて、で、はい、一緒になったんだけども、両方国有化されたんだけども、その、元々の線がバラバラだったから、駅が分かれてしまったのだとか、うん、いろんなことが書いてあってですね。まあ、重要な、ポイントなんですけど、はい、この南部線って、元々、1920年代に作り始めたところで、うんうん、元々これ、多摩川の砂利を、うん、工業地帯の方に、運ぶために作ったんですよね。はい、でさらに言うと、これなんで立川、今南部線っていうのは川崎、今のはね、南部支線と言って、南部線の途中の湿地駅ってところから、川崎のちょっと手前の湿地駅ってところから浜川崎っていうところまで続いてるやつなんですけど、工業地帯に行く用の貨物用の路線だったんですよね、最初ね。うん、で、うん旅客船はその川崎駅に行ってまあ人を運んだりしてたんだけども、はい、そもそもがもともと貨物用の線路で、うん、立川から先、青梅線ともつながってて、実はその青梅線からはセメントの原料をこう川崎の工業地帯まで運んでくるんだよね。うんうん、で、その、多摩川の砂利をもともと運ぶために、砂利を運ぶ目的で作った線路なんですけど、はい、やはりそこに、働いていたのは、朝鮮人という、一応、ね、多くの朝鮮人労働者が働いてましたよね。そうなんです。調布のあたりにね、うん、はい、こう、朝鮮人集落があって、多摩川の、はいはい、これは筒井義治の漫画に出てくる朝鮮人部落って、多分ここの、数十年後の姿だと思うんですけども、ちょうど布田とかあの辺りの多摩川沿いに、この人たちはみんなその砂利をね、運ぶ、砂利を採集する仕事をしてたんですけども、そういう人が大正時代から、太平洋戦争の頃にかけて、ここに集落を形成していて、それでそのことを調べてる人が実はいてですね、杉吉春展の展覧会と同時ぐらいに、狛江じゃないな。あれ狛江だったっけな。狛江じゃない、稲田堤のあった方で、うん、その多摩川の朝鮮人展みたいなのもやってたりとかして、うん、僕見に行ったりしたんですけど、この上の方で撮った砂利を、さっきの南部線に乗っけて、はい、工業地帯まで、運んでいったというような電車でした。で、こういうパンフレットがね、ネットに PDF でそのまま、出てるので、この狛江玉水園っていうのはね、狛江にあったこういう元々料亭だったところが、戦争の時には、
朝鮮人を集めて国威発揚するためのなんか勉強施設みたいなのとして作られて、その後、はい、戦争が終わってからはあの朝鮮人が学習をするための施設になりましたみたいなことが詳しく、あの書かれているものなんですけども、この辺のでとこの辺の人たちが取った砂利を南部線で運んでいましたというような話につなげてみました。はい。懐かしいね。今ちらっと出た資料の中に玉木元井さんの名前がありましたね。おお、玉木元井さん。はい。ご存知ですか。玉木元井さん、もう特に亡くなっている方ですけども、もともと日本共産党の山村工作隊なんかにいらっしゃった方ですね。この中に、玉木元井という名前になって。で、非常にあの戦前の朝鮮人研究の第一人者でもありましたし、在日社会に深く通じている方でもあったわけですよね。で、その後、玉木元井さんは、その後ですね、とにかく北朝鮮の問題に関してすごい批判的な言説を展開するようになり、結果的にですね、多くの右派極人士に利用されてしまった。非常に強くて、玉木さんの立ち位置自体は僕はよくわからないけれども、もともとそうした在日朝鮮人の、差別問題を扱っていながら、結果的に非常に、いわゆる反北朝鮮宣伝に利用されてしまった方というイメージが僕の中には強くあります、ね。懐かしい名前だなと思って、この人の功績は功績として非常に、で僕も勉強になった部分が非常にあったわけですけれども。なるほど、なるほど。というわけで、地味蔵さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。映像のクオリティがめちゃくちゃ高かった。ね、僕らもだからああいうふうに撮らないといけないんですよ、安田さん。いや、学びたいと思います。どっから撮ったの、あれ。本当に、いや、多分ちゃんとしてね、いいレンズを撮ってるから、望遠なんかを使ってうまく撮られてんだろうなと。いやいや、そういうね、道具のこと問題じゃない、スピリット。あ、そっか。気持ちの問題です。でね、はい、道具は安くても、気持ちがこもってれば、いい映画撮れるんです。いや、僕、気持ちこもってますよ。安田さん、もう iPhone がついていってくんないんですよ。もう韓国に行ってもバスも静止画とかしか撮ってこないでしょ。せっかく動いてるのに、動いてるのに静止画しか撮ってこない。これはね、なんか、はい、そういう気持ちで、撮れるんじゃないかみたいなね。そんな気持ちで乗り物番組できんのかっていう、そういうことを僕は言いたいんですよね。はい、全くもう返すことない。地味蔵さんに、を見習って、まあ、はい、本当に撮り方とかすごい参考になるような感じだったので。素晴らしいですね。はい。はい、ということで、じゃあ、また、投稿をお待ちしてバンバン送ってこられても困るんですけど、たまに投稿をお願いします。はい。はい、まずは、はい。まずはこれ。あ、いい音ですね。久々に安田さん、ね。安田浩一ですね。はい。はい、大阪府の枚方市に来ています。京阪の枚方市駅から歩いて20分ばかりの場所、ちょうどですね、枚方の市民病院の裏手あたりにこうした団地があるんですが、この団地の中庭にこんもりと土が盛り上がっているところがあるんですね。近づいてみましょう。案内板が設置されています。旧陸軍金屋火薬庫跡となっています。この盛り上がっているのは土塁なんですね。ここに火薬庫がかつてあったわけです。この火薬庫はですね、1896年にできたものなんですけれども、戦前何度か爆発事故を起こして、近所にも大きな被害を与えたという歴史は、枚方市内ではよく知られた話としてあるわけです。このように土塁が残ってるんですね。ここに火薬庫がありましたということを示す、
唯一の跡なんですが、この火薬庫、もう一つ逸話があるんです。今から100年前、1923年9月、実はこの火薬庫に朝鮮人が襲ってくる、そうした、流言飛語があったわけです。要するにデマが飛び交ったわけですね。東京から遠く離れたこの大阪でも朝鮮人襲撃のデマが飛び交い、そしてこの場所にあった火薬庫が襲われる、一部では襲われたという、話にもなっていくわけです、地元紙の一部はこの事件を取り上げたりしました。あの結論から言いますと言うまでもありませんが、朝鮮人が襲ったあるいは襲いに来る、これらはすべてデマなんですね。あの全く何事もなかったということが後ではっきりしています。ただし震災直後この火薬庫で騒ぎがあったことは事実なんです。と言いますのは、この火薬庫で、勤務していた兵隊さん、若い兵隊さんが酒に酔って脱走する騒ぎがあったわけです。その脱走したことによって、この軍隊がですね、この脱走兵を探すために、出動する、そうした事態が起きたんですね。そのことが朝鮮人襲撃に話がですね、移り変わってしまい、その上で、朝鮮人が襲撃してくる、そうしたデマとともにこの火薬庫が注目されたという事実がありました。後にこれは、そうした若い兵隊が酔っ払って脱走しようとしただけの話であることははっきりしたわけですけども、あの東京から遠く離れたこの大阪でもやはりその朝鮮人襲撃というデマが飛び交ったという事実だけは、きちんと残さなければいけないと私は思っています。あの中宮平和ロードと言いまして、かつて枚方の火薬庫とそれから現在の津田駅を結ぶ軍用鉄道が敷かれてあったところなんです。もう当然ながら今はもうその軍用鉄道はなくなりまして、その鉄道跡地が遊歩道になってるんですね。これを枚方平和ロードと呼ばれているようです。正面これSL を模したものなんですかね。くぐってみましょう。これ昔の電柱そのままですね。はい、こうした形の、可愛らしい SL を模したトンネルなどをくぐってきました。これがずっと、津田駅の方角に向かって続いています。はい、以上電車乗り物コーナーでした。乗り物いつ出てくんねんってドキドキしましたよ。ドキドキしましたけど、ちゃんと廃線跡を巡りましたね。そうですね。かつてあの線路があった場所、はい、だから目を閉じて耳を澄ませば鉄路の響きが聞こえてきませんか。響きが聞こえてきました。聞こえてくるね。あの、はい、いや真面目な話、はい、この間大島でも廃線跡を歩いたじゃないですか。はい、そうですね。はい、でこういうその過去の歴史をたどってたどりつつ乗り物の話をすると、はい、結構廃線に当たることが多いかなと。そして今のは引き込み線ですよね。そうですね。だからそういう場所に、だから行き当たるのは偶然じゃないと思うんですよね。火薬庫前だったんですね、枚方のあそこは。そうですね。あの正確に言いますとね、うん、あの団地の中の土塁がありましたけども、うん、だ火薬庫があったことを示す唯一のまあ、残留物なんですけども、うんうんうん、火薬庫自体はすごい広くてですね、うん、で現在先ほどちらっと映りました市民病院のところから、うん、あの団地、それから裏手の方には、大学があるんですね。関西外大かな。関西外大、はい、外大があって、でそのあたりまでがですね、全部火薬庫およびその関連施設がずっと占めてたという、この辺軍都だったんですね。そうですね。なんか結構いろんなところに軍都ありますよね。野間さんこのあたりは詳しいんじゃないですか。全く詳しくないです。詳しくないですか。一回しか行ったことないんですけど。それはあの川東大寮さんの家に いや私も行きましたけどね、家に襲撃に行った時に、私は襲撃じゃないです、襲撃したわけじゃないですけどね、私は取材、野間さんは襲撃、凱旋、はい、を阻止するために話し合いに行ったんですけども、はいはい、
だから枚方はね、神戸とかあっち方面に住んでると、もうほぼ行かないんですよ。枚方パークだって誰も行かないですよ。京阪に乗らないので、だからよくわかんないです。門真も枚方も。だから川東も荒牧も俺と違うカルチャーの人間なんですよ。なるほど、なるほど。でこれが、金谷火薬庫跡っていうところで、で、枚方市駅があって、さっき歩いてた廃線跡がこの中宮平和ロードっていうところ。そうだ、赤いところですね。はい。それで、それ、線路は、その平和ロードというほどはそこまでで、その先も線路は続いてまして、この青い線、それで JR のこれ片町線ですかね、に合流していくという、昔の地図探してみたんですけど、あんまり分かりにくくて、今昔マップとかだと、これは戦後なんですけど、終戦直後、これは JR のマークが書いてあるんですけど、これだと分かんないですね。真ん中を横に走ってるのが JR の鉄道の、線なんですけど、さっきの地図で言うとこういう感じなんですね。あ、なるほど、なるほど。はい。で、この後、この、鉄路は、撤去されちゃうんですけど、一時期旅客輸送もしてたみたいですけど、で撤去されて火薬庫跡はなんかいろいろ住宅になったりで、でなんか発掘されるんですよね、いろんなプロジェクトで。さっきおっしゃってた火薬庫の全貌はこのぐらいの感じです、はい、左が明治の初期で、それがどんどんこう増えていくと、いう感じに。これ、金谷火薬庫で調べると、いろんな資料が出てきますので、ちょっといろいろ見てみていただければと思います。でもひどいデマですね。そうですね。で、このデマに関してはね、ネットで調べても多分ほとんど出てこないと思うんです。で、これは一部の資料にしか掲載されてないことでありまして、私も関係者など当たりながら資料を集めたんですけども、このデマに関して、むしろ一番よく書いているのが、黒竜会。黒竜会っていうのは右翼ですか？右翼ですね。戦前の右翼組織、黒竜会の内田良平。黒竜会の内田良平といえば、左翼にも人気の高い、国士としてね。アジア主義者としてね。そうですね。真の右翼として持ち上げられやすい人じゃないですか。でも彼は、この朝鮮人デマに関しては、いわゆるデマの発信源として、あるいはまあ発信元としてですね、ガンガンいろんなことを書いてる。よくでもないです。現代資料、まあ、密通の現代資料が今、関東大震災に関して非常に詳しく書いてるわけですけども、この中に彼が書いた文章が掲載されてまして、まさに今映ってるところですね、ここでもって、朝鮮人が火薬庫を襲ったのだということが、この中に書かれているわけです。30名前後の先人ですね。が襲来し、突然保障をねじ伏せて、っていうところでも書いてあるわけですね。で、警官とか軍人とか青年団が駆けつけて、日本人1名、先人、朝鮮人ですね、2名を捕まえ、他は逃走して締めたりとなって、見てきたように書いてる。書いてますね。嘘でしょ。全くのこれが嘘だった、ということだったんです。やっぱり右翼はダメだね。国流会でも、内田良平でもね。やっぱりね、国粋主義者とかね、基本的に排外主義なんですよ。で、異なる人間を、排斥し、で、そこに罪を被せるというのは、やっぱお家芸として。大アジア主義もダメ。もう、真の右翼とかはいない。はい。はい、その通りです。はい。で、でもね、この近くはね、でも、不思議なことに、朝鮮人、朝鮮半島出身者と不思議な縁で結ばれてましてね、この中宮平和ロードを歩いて、その平和ロードの終点まで着いてから、さらに先を歩きますとですね、例えばこんな光景が出てくるんですね。くだら王神社。そうなんです。はい、まあ、これは今神社になってますけども、この隣にくだら寺というお寺があったんです。これは発掘されましてね、今まあ遺跡しか残ってないんですけども、要するに朝鮮半島と非常につながりの深いお寺があり、で、そういった神社もできる。神社ができたのは最近の話ですけども、できたということになってますね。神社が再建されましたのは。で、例えば昔の資料なんか見ますと、例えば戦前、戦中、この辺で先ほどのさ、引っ込み線の工事も朝鮮人労働者が作ってるわけですよ。で、そういう朝鮮人労働者が、この百済寺に行ってですね、いわゆる日本の必勝祈願なんかをしてるわけです。つまり、日本のために頭を下げて必勝祈願をする朝鮮人という報道のされ方をしている。だからうまいことこの朝鮮半島とつながりのある遺跡が出たことを公民化教育に利用してた、
っていうのが、まあ、この地域でもあったということなんですね。その、さっきのデマはどうやって分かったんですか？で、このデマはですね、うん、現代資料にそのまま乗っかってたんですけども、うん、それとは別にですね、うん、当時大阪府警の、県警本部長、大阪府警の本部長だった、うん、人物がおりましてね、うん、藤沼翔平さんって言うんですけども、はい、で、この方の、鹿番の手記があるんです。あの、うん、市販されてません。うんうん、あの、この方が、鹿番として書いた。自分史みたいなやつね。そうです。はい、私の一生という中に、うん、その時のことがちらっと書いてあるんですね。うん、で、ここに今出てますけれども、平方海湖に、要するに朝鮮人が来たと、うん、して、反証打ち鳴らして、大騒ぎを起こしたらしいんです。うんうん、で、彼は、府警本部長ですから、平方の所長を呼んで事情を聞いたんです。うん、何があったのかと。うん、そしたらこの黄色の字のとこですね。先人の襲来でなくて、うん、寂しさに耐えかねた兵士が外へ酒を飲んで、うん、土手を乗り越えて A 社に帰らんとしたるとき、うん、その際の A 兵と脱出兵との問答から、一般安波で起きてきた騒動ですと、うんうん。要するに単なる脱走兵騒ぎなんです。うん、酔っ払った兵士による。うんうん、それが朝鮮人襲撃に、うん乗り換わってしまったという経緯を当時の県警本部長、府警本部長が事前に記している。結局ね、これこの一段落目が僕すごく注目だと思うんですけど、はい、東京より嫌いする者の先人に対する批判の言葉は皆同一で、ええ、井戸に毒を入れた火をつけた等というのです、はい、東京人は少し逆上してるのではないかと思う歌なんです、たまたま下反した清瀬一郎君のごときも同一語を繰り返します、うんうん、これ全く今のネタ用じゃないですか。いや本当そうなんですよね。同じネタの話をするんだよね、はい、それが嘘っていうネトウヨとかターフとかの話をしてるような、ええ、まるでだから100年前に、ええ、同じことを今もやってるってことですよね、ええ、そういう兵器というのは、ええ、そうですね。だから僕その段落目がすごくこうなるほどってなりました、はい。まあ、ちなみにこの藤沼翔平さんという方は、はい、まあ、これに関してはデマであることをきちんと明記してるわけですけども、うん、必ずしも当時の朝鮮人に理解のあった方ではなくてですね、うん、後に内務省の警報局長とかにもなってますから、うん、朝鮮人弾圧、あるいは運動隊の弾圧に手を下した人物でもあるということは、付け加えておきたいと思います。はい。乗り物が1秒も出てこない乗り物コーナー。はい。目を閉じて耳を澄ませてください。鉄路の響きがきっとあなたにも聞こえてくるかと思います。イマジンですね。はい。はい、まあ、歴史ってそういうことじゃないですか。はい。でもあれでしょ、京阪取ってこいよと思ったんでしょ、実際に。京阪なんで取ってこないのかな。いや、本当もう。あ、てか、京阪じゃなくて、これは津田駅を取る、うん。そうだね。京阪からタクシーと飛ばして津田駅までって、こっから、うん、逆、うん、はい。おっしゃる通りです。そんな暇ないですよね、暑いですね、はい。すいませんでした。はい。乗り物コーナー。お、すごい。いきなり。はい。今日もすごいですよ。はい、もう乗り物のためだけに私、日本中動いてますからね。はい、動いてます。もう、ノンヘッド TV の乗り物コーナーのことでもう、頭がいっぱいで、もう、取材どころじゃない。夢見るらしい。そうそうそう。プレッシャーで押しつぶされそうなんで。出張先に行くと駅と電車を探しまくるという。しかも、地味蔵とかからなんかこう、厳しい指摘とか、ね。そう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 。いい絵とか、ね。いい絵撮れるんでしょとか言われると余計にプレッシャーの押しつぶされプレッシャーかって、ツイッターでね、ね次の、いい次のノーヘッド TV はいい映画撮れそうだとかって言われたら、うん、うーって震えますよ。手が震えながら今回も映像を撮ってきました。撮れたかどうか見てみましょう。はい、はい、これは田舎ですね。田舎ですね。どこでしょうか。福島県です。福島、はい、泉崎という駅ですね。無人駅です。駅に入ってみましょう。夏休みの何か、ね、待合室がありましてね、ほら1時間に1分ぐらいしか電車がないんですね。東北本線ですね。ええ、そうです、はい、郡山の割と近くですけどね。うん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 。セミの音が聞こえますね。こんな田舎の駅に何しに行ったんですか。福
島の、ね、なんかいい田園風景でしょ、里山の風景が、うんうんうん、なんかジブリ映画に出てくる夏休みみたいですね。そうですね、うん、でももう汗だくなんでしょ、そう、もうめちゃくちゃ汗かいてる、そうだよね医療編成のワンマンカーです。でドア開けない、そうですね、緑と空の青とのコントラスト、綺麗ですね。いい絵撮れてるんじゃないですか、これ。地味蔵さん的にも、まあ地味蔵さんには褒めてもらえるんですね。及びませんけども、まあ、景色を楽しんでいただけたらと思います。行ってもた乗ってないじゃないですか。これ逆方向の電車を撮ったんで。あ、そうなんですか。はい、はいはい、何しにこの泉崎というところまで行かれたんでしょうか。はい、若干のお時間をいただきますとですね、はい、今高麗博物館、新大久保の高麗博物館でですね、はいはいはい、まあ関東大震災の虐殺に関する展示会が行われてます。はい、前も紹介しましたね。はい、これね、12月までやってます。で、はい、ここの、 あのメインの展示物がですね、はい、今年いわゆる震災絵巻と呼ばれている絵の展示が今年初めて行われてます。絵巻物ですね。絵巻物ですね。はい、で、実はですね、はい、これを報道されてましたね。そうですね。はい、新井克弘さん。はい、元専修大教授であり、そして高麗博物館の館長でもあった、はい、新井克弘さんがオークションでもってですね、はいはい、ヤフオクでもって、ヤフオクで落札した、ね、約9万円を出してですね、はい、落札した絵なんです。だから落札してみたらすごかったみたいな。だからね、すごい絵だったんですよ、これが。この話面白いんですよね、はい、まさにその朝鮮人のを虐殺している場面が描かれた絵巻物だったわけです、はい、これが現物です。で、僕とね、野間さんで一緒に話聞きに行きましたけどね、はい、こういう形で、これ、自警団だけではなくて、官憲もいますよね、うん、で、まあ、朝鮮人の虐殺絵なんですけども、うん、で、この絵が発見されました。発見されたんですね、要するに当時描かれて、ずっと知られてなかったのを、ヤフオクで、んってなって、落としてみたら、本当にすごいものだったという、そういうことです。そういうストーリーですね。じゃあ一体誰が描いたのかということなんです。うん、ここにサインっていうかがあって、はい、帰国というふうにサインがしてあるんだけど、その帰国って誰なんていうところから調べていったんですね、新井さんはね。で、どうやら大原弥一さんという福島県にいらっしゃった、ね、うん、方じゃないかというところまで分かった。うん、でも大原弥一さんが一体何をしてたのか、まあ、何をしてたのかというか、うん、まあこの方がどういう、ま、人生をたどったのか、本当に大原弥一さんなのか、うん、ということまでは分かんなかった、うん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 、だから私福島行って調べてきました。すごいですね。で、まあこれ細かくはですね、うん、私が今書いてる本の中で書きますので、うん、そこはじっくり読んでいただければと思うんですけども、うん、かいつまんで言いますとね、うん、この大原弥一さん帰国こと大原弥一さんの、うん、がアトリエとして使ってた家を発見しました、私、うん、それは新井さんもまだ発見してないやつ、はい、でそこはちょっといろいろいろんな人に福島県内いろいろ電話したりね、うん、訪ねたりして探しましてね、すぐ家を発見しちゃいますね、はい、やめてください、また変なこと言われますから、ね、で結論から言いますと、うん、この帰国こと大原弥一さんが書いたものであることは間違いないということを、私はその帰国こと大原弥一の親族から直接話を聞きました。すげえ、親族にまで会いましたか、はい。会いました。会って裏取りをしてきました。うんうんうん、そして、晩年は郡山で亡くなったことも分かりましてね、うん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 、郡山市内で。で、まあ、郡山市内の親族の絵を訪ねてですね、うん、で、帰国さんが残した他の絵なども一応探してきまして、うん、まず間違いないという確信を持ったということです。他の絵もそこにあったんですか？ありました。まあ、震災を描いた絵じゃないんですけどね、下絵として残ってるものがありましてね。で、
ちょっとまあ匂わせますとですね、この絵はですね、まあもちろん大原弥一さんが描いたものではあるわけなんですけども、その大原弥一さん、この絵に添えた文章が残ってるんです。で、その文章の中に、某画伯が描いた絵を参照してこの絵巻を作りましたと書いてあった。じゃあその某画伯とは誰なのか、ということで、いろいろこれも調べまして、その某画伯の存在もなんとなく今分かってきたところです。で、その元となった絵もですね、大体ありかもなんとなく分かってきたので、これを探し出せば、ぜひこれ僕、新井先生と一緒に福島行ってですね、その絵を見つけ出して、で、またなんか提示できればいいなと思ってますけども。新井克弘さん自体が、その、この帰国っていう名前からね、その大原弥一さんにたどり着くまでの、あれこれが何年かかかってるんですよね。そうですね。で、そのストーリーもすっごい面白い、いんですけど、さらにそこから、その安田さんが裏取りに暑い中、福島のジブリ的風景の中に溶け込んで、裏取りをしてきたと。ちょっと福島県の方にね、行って。この話、だから、本当にね、なんか、ミステリーっていうか、そうですね。これ NHK スペシャルにできそうな話ですよね。まあね、新井さんが本当に一生懸命やられて、やったものの中から、僕もどうにか発見することができたんで、新井さんの本当にもう努力に頭が下がります。すごいですよね。ね、できたらこの新井さんのですね、その努力をなんとか私も、後押しし、そして、きちんとしたルートをとて、この絵がなぜと作られたのか、というところまできちんと解明したいと思っています。分かっていることは、大原弥一こ、帰国こと大原弥一さんの存在が明らかになったということ。で、大原弥一さんの晩年も分かったということ。それから大原弥一さんの、これ私、写真撮ってきたんですが、この人は福島県の西郷村というところで教員をしてましてね。で、記念碑が残ってるんです。要するに、まあ、立派な教育者でしたよ、ということを記念する記念碑。学校の先生だったんですね。そうですね。で、これが西郷村の諏訪神社という無人の神社なんですけども、そこに残った記念碑の写真も撮ってきました。で、だからどうにかしてその帰国さん、大原弥一さんの生涯というものをもう少し詳しく分かりたいなと。ただ晩年を過ごした家ですとか、アトリエですとか、そうしたものを見てきましたので、さらに調査を進めてですね、全貌を明らかにしたいなと思っています。ただ何が言いたいかと言いますと、きちんとこうした絵巻として虐殺の現場がね、やっぱり人々に強烈な印象を残しているということ。そしてそれを絵にして残したいという情熱が、やっぱ当時の人の中にも一部残ってたということ、そのことを我々がきちんと引き継ぎ、記憶を引き継ぎ、そして、今年の100年目、関東大震災、関東大震災直後の虐殺から100年目という節目に、改めてその虐殺の意味を考えるという材料にできたらなとは思ってますね。乗り物コーナー。おー、久々ですね。世田谷線じゃないですか、これ。違うよ。よく見てよ、よく見てよ。これは何電車ですか？ことでん。わかります。ことでん。高松ことでん電気鉄道、通称ことでんですね。ああ。高松の？そう、高松の。高松からこんぴらさんで有名なことひらまで走ってる列車ですね。おお。いいでしょ、これ。全面展望だ。これ、鉄オタ向けですね。しかも、運転席が見えてる。全面展望、鉄オタ向けだ。そう。もう乗客の白い目を背中に感じながら、ここに陣取ってですね、運転席を取りました。いい大人がここですね。これね、ほら、右側にお城が見えますでしょ、高松城の。この辺がね、玉茂公園っていうんですけども、まあ、高松城があったところなんですね。で、ここでね、軌道が変わるんです。ほらほらほら。変わりました。なかなかかっこいいでしょ。で、お堀に沿って、
電車は進みます、うん、で右側に石垣を見ながらね、完全にこれ鉄オタチャンネルになってませんか今、ええ、はい、たまらないと思いますそうですか、はい、石垣はまだ続いてますね。ちょうど高松城の横を走ってるんです。おっと出ました。この駅が終点、あるいは琴電の始発駅でもある高松築港駅、要するに、まあ、JR の高松駅のすぐ近くなんですけども、高松港に近いところですね、はい、高松築港駅です。でここで電車は終点、あるいはここがまた始発となるわけですね。終点であり起点である、高松築港駅。築港っていうのは港を築くっていうって書くんですね。そうです。はい。その港の築くそのこうこれまでの流れからすると、その港を築く中にこの、はい、朝鮮人徴用工の強制連行とかそういう強制労働があったりとかそういう話が今から始まるんですよね、当然ね。いや、これで終わりです。ただの。いや、ごめん。物語を求めたかったんだけども、ことでなかなか、物語を調べるに至るあれがなくてですね。ただ、野間さんね、うん、ちょっと野間さん、うん、鉄道番組のね、MC として一言言いたいんだけども、うんうん、もう少し感動してくれてもいいと思うわけ。ことでんですよ、ことでん。ことでん、僕、ことでんの感動ポイントを教えてもらっていいですか。営業キロ数がね、阪神と変わらない。阪神電車？うん。うん。阪神と変わらないっていうことはどういうことなの？すごいの？長い長い。とっても長い。よくわかんないけど。阪神電車は短い、短いんですよ。なんか言語化できないんだけど、関西の私鉄の U、私鉄の U でもないか。U でもない。一番短いの阪神電車。ですね。阪神と営業キロ数も変わらない。この四国の高松でもってね。うん。で、しかもね、この琴電ってね、2001年に民事再生法を適用されてるんですよ、うん、で一回倒産してるわけです。で経営再建果たして、今も走り続けてるわけなんですけれども、それが琴電、うんうん、で、うん、でまあまあ鉄道番組だから別にいいんですけど、いいそんな四国の遠くまで行ってそれだけっていうことはまさかないですよね。うん、苦しいとこなんだけどさ、うん、がっかりしてます？琴電で。いや、俺は別にいいけど、お客さんがどうかな、うん、どうなんだろうね。お客さんが。いや、まあ、いいですよ。でもね、はい、僕もやっぱりノンフィクションライターですから、琴電だけで読者や視聴者が納得するとは僕は最初から思ってません、やっぱり。なるほど。ええ、とっておきの映像が実はもう一つあるんですよ。はい。じゃあ、それを、ぜひそれを見ていただきたいと思います。それを見てみましょう。はい。はい。じゃあ次は一体何なんでしょうね。はい。船や、船。船ですよ。船来た。大事なのはこれが鉄道コーナーではなく乗り物コーナーですからね。そういうことですよね、うん。乗り物であれば何でもいいわけです。そうです。まあ、船の大事な乗り物です。はい。はい、フェリーです、フェリー。このフェリーはどこへ行くんですかね。はい、どこに行くんでしょうね。ちなみにここの港は多田の海港と言います。何港？使うの中に海で多田の海と書きますけども、多田の海港、はい、これ広島県なんです。広島ですか。ということはこれは瀬戸内海ですね、はい、そうです。広島県の竹原市の多田の海港から私はフェリーに乗ったんですね。いい景色でしょ、瀬戸内海の風景。うん。で、船が出港しました。はい。多田の海の街を見ながら、船はゆっくり瀬戸内海を進んでいくわけです。なんか安田さん、さっきもチャット欄で言われてましたけど、腕が上がりましたね。この乗り物映像の。ほらほら、これ先頭です。とにかく、腕を立たない私としては、とにかく前に立つ、先頭に出るっていうことを目標としてましてですね。鉄道でも船でもまずは一番先頭に陣取ると。ああ、瀬戸内海キラキラ光ってますよね。いい光の粒子です。はい、で目的地が近づいてきました。だいたい20分ぐらいの船旅なんですけどね。どっかに着こうとしてますね。そうなんです。
島にこれから設置します。このなんかフェリーっつってももう柵だけなんですね、お客さんがそこに。もうこのまま人がドーッと降りてきますからね。はい、で接岸するともうすぐにですね、人も車もバイクもここから降りてくるわけですね。あそこの柵を開けるんだ。そうそう、もう全部手動です。はい、やっぱりみんな多い、結構人が多いでしょ。そしてこれはもう人が降り、もう降りてしまった後ですね、そのまま船は再び違う場所に向かうわけです。じゃあこれ途中の駅っていうか途中のあれですね。途中のですね。すぐ行っちゃうんです、ね。はい、ほらほら出ました。出ました。ノーヘイト TV 初めての船映像ですからね。かっこいいですね。はい。はい。そして。はい。瀬戸内海を再びフェリーは進みます。ウサちゃんです。ウサちゃん。ウサちゃんがいる。この島、ウサギの島として知られている島なんです。はい。どこでしょうか。はい、これは広島県のですね、はい、大久野島という島なんですね。大久野島出たわ、ね。大久野島というのは、はい、あのね、今日、先ほど映像の中でも大勢の人が降り立ちましたけど、みんな観光客です。うんうん、で皆さん何を目的に行かれるかというと、おそらくほとんどがこのウサギさんを見に行くためなんですね。うんうん、大久野島というと歩いてると本当にウサギがひょこひょこひょこ目の前に飛び出てくるわけですけども。猫島みたいなところ、感じでウサギをみんな見に行くのね。うん、そうなんです。ウサギと触れ合ったり、ウサギの餌も売ってますからね。ウサギに触れたり、ウサギに餌あげたり、ウサギを楽しんだり、ウサギを撮影したり、そうしたウサギの島として知られてるわけなんですけども、うんうん、もちろん私もウサギは大好きなんですが、うん、ウサギを見に行ったわけではなくて、うん、久々に私は大久野島に降り立ったわけですね。あ、久々ってことは今まで何回か行ったことあるってことですね。はい。実はこの大久野島というのは、もともとは戦時中まで地図にない島だったんです。はい。なぜですか？もっと言えば、地図から消された島だったんですね。結論から申しますと、この大久野島っていうのは、毒ガスを作ってたんです。旧日本軍が。うんうん、つまり、一切毒ガスは作っているということを外部に漏らしてはいけなかった。うん、そうした実情があったために、地図からも消されてしまった島なんですね。もともと、住民もほんの数人しかいない小さな島だったわけですけども、人がすべて追い出して、日本陸軍がそこに毒ガス工場を作ってですね。うん、そして、毎日労働者を多田の海の港からここに運んで毒ガスを作らせていたと。うんうんうん、そういうところでございます。つまり、ウサギの島であると同時に毒ガスの島なんですね。うん、で私はこの、今でもね、遺構があります。うん、これはまあ、貯蔵庫の一部ですね。うんうん、ここに毒ガスを草が覆ってますけども、ここはもともと毒ガスの貯蔵庫だった場所です。そしてこれは、はい、結構大きな建物ですけども、はい、これは毒ガスを作るために必要な電気を発生する場所、つまり発電所、うんうんうん、の場所なんですね、うんうんうん。で、こうした建物が島のあちこち各所に残っている。うん、今実は無人島なんです。無人島なんですけども、うん、こうした遺構があり、あるいはウサギさんがいてという形でもって多くの人が訪れてるわけですけども、うん、無人島ではあっても、島には国民休暇村っていう、宿舎が、宿がありましてね、うん、そこに泊まりながら、この島を回る人も結構少なくないわけです。ただ、周囲4キロの非常に小さな島なんです。うんうんうん、で、実は私は何年か前にここに行ってですね、うん、実際にこの毒ガス工場で働いてた方を取材したりもしたんですね。うん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 、当時の一人が藤本康馬さんっていう方で、実は去年96歳でお亡くなりになったんです。うん、はい、で、この藤本さんは、この子供の頃、うん、高級に惹かれて、家が貧しかったものですから、うん、軍の工場で働かないかって声をかけられて、喜んでこの島の毒ガス工場に就職したわけです。うんうんうん、でだから毒ガス作ってると思わなかった。ところが入ってみたら、実は毒ガスを作ってるんだと、うん、で誰にも言ってはいけないよってことを言われて、戦争が終わるまで ほとんど、ここで毒ガスを作り続けた方なんですが、うん、僕は、ね、取材で思い出すのはね、毒ガスを作ってるってのはどういう気分なんですかってこの藤本さんに聞いたわけです。う
そうしましたらね、うん、藤本さんこう答えたんです、うん、いや私は英雄だったんですよ、うんうん、私意味が分かんなかった、うん、毒圧を作ってることを自慢してるかと思ったんですね、うん、だからとても複雑な気持ちになったんだけども、うん、しかし藤本さんその後にこう続けたんです。人を殺すための兵器を作ることが英雄だった時代を私は生きていた、うんうんうん、つまり私は人間ではなかった、うん、人間の皮をかぶった狼に過ぎなかった、うん、だから私はこの島でやった仕事のことは絶対に忘れない、うん、機械の一つ一つ、機械の操作、それから毒ガスの化学記号、うん、長い長い化学記号があるんです。藤本さんはこの場所でルイサイトっていう毒ガスを作ってたんですけれども、うん、そこでは岩塩とアヒ酸を混ぜて毒ガスを作るんですね、うん、そうした工程、化学式全部96歳になっても覚えてたわけです。藤本さんは私は人間の皮をかぶった狼に過ぎなかったと、うん、だから私にできることは忘れないことであると、うん、そして加害者であることを覚え続けることなんだと、うん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 、なぜならばここで作られた毒ガスっていうのは、うん、中国戦線に持ってか運ばれてですね、うん、多くの中国人の軍人だけでなく地域住民も殺してるんですよ、うんうん、つまり藤本さんたちが作った毒ガスは多くの人を死に至らしめた兵器だったわけです、うんうんうん、で藤本さんはそのことを悔いてる。だからこそ自分は絶対にこの製造に従事したことを忘れないし、忘れちゃいけないと思ってる、うん。加害者としての自分を常に意識しながら生きていく。うん、しかし、藤本さんは同時に、ここで長きにわたって毒ガスを作ってたから、自分も毒ガスを浴びてるんです、うん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 。だから体の内部に障害を持ってたんですね、うん。つまり、加害者でもあり、被害者でもある。だから加害者としては、藤本さんは忘れないということが一つ。それからもう一つは、直接中国に行って自分の毒ガス、自分たちが作った毒ガスで絶滅させられたり被害を受けた村を回って謝罪して回ってたわけです、うん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 、国がやるべきことをこうした民間の人がやってたわけですよ、個人として。なるほどね。それで同時に自分も被害者で体を蝕まれ、毒ガスによって蝕まれたから国に対して被害の補償を求めて裁判を起こしたり、うん、そうしたことも加害者であり被害者でもある、そのことをとにかく忘れない、忘れてはいけない、忘れることは絶対に許されない、常にそう自分に言い聞かせて藤本さんは96歳の生涯を昨年終えました。このことに関しましては大久野島の毒ガス工場の一件、藤本さんのことに関しては、うん、私とあと、小説家で、作家でですね、イラストレーターの金井真紀さんとの共著で、うん、戦争とバスタオルっていう本が出たんですけれども、その中にも詳述してます、詳しく書いてますんで、はい、興味がある方は、戦争とバスタオル発売されてますから、ぜひ読んでいただきたいと思います、はい、いずれにせよこの毒ガス島、久しぶりに私は足を運んで改めてその地図から消えた島の実相を見てきたということでございます、うん、そのためのフェリーでした、はい、広島県の只野海という港から、およそ20分でこの大久野島に着く、非常に短い距離ではありますけれども、本当に美しい島です。ただいろいろ考えさせられるウサギだけではないもう一つの風景というものがこの島に足を運ぶとふわっと目の前に立ち上がってくるという感じですね。さすが安田さんの乗り物コーナーですね。はい、ありがとうございます。今日はもう琴殿の全面展望だけで終わるのかとドキドキしましたが、はい、かといって、船を出して、はい、初の船を出されて俺が黙ってるかっていうとね、そういうはずがないじゃないですか。これ久々に勝負をしたいと思うんです。僕、勝負をしますから、今から。僕も乗り物コーナーの今日ネタがあるので、じゃあ、ちょっと。ほらゴージャス。何これ。丹後の海。丹後の海。はい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 。
ほら、ゴージャスや、これは。すごいね、これね。うん。プロレスとか言われてる。まさにすごい。茶番です、茶番。ほら、こんなゴージャスよ。なんかこれ、サロンカーみたいになってますか？特急電車よ。あ、ちゃんとね、車窓の映し方が道に行ってますね。あら、東舞鶴に来た。あ、岸壁の母じゃないですか。岸壁の母だっけな。そうです。母は来ました。今日も来た。岸壁の母でございますよ、舞鶴は。これ、軍港です。はい。今は自衛隊がいますけど、これ、明治時代から軍港ですね、舞鶴はね。戦艦がいっぱい止まってます。ここ、修理場なんですけどね。はい。この建物が。はい。で、こういうレンガの建物が、いっぱいあって、これは今ね、レンガパークっていう風に、なってて、その、公園というか、まあ、ショッピングセンターが中に入ってたりとかね。要はその函館とかにもあるような、そういう観光地になってるんですけど。横浜の赤レンガみたいですね。横浜の赤レンガとか、函館と違うところは、これ全部武器庫なんですね。はい、重要文化財、旧舞鶴海軍軍需部、第三水雷庫。水雷、水の雷って書いて水雷って言うんですよ。これ、魚雷のことです。ここ魚雷倉庫だったんだよね。ほんで、これがまあ明治時代に建ったものが、そこも文化財扱いになってるんですけど、はい、この注目してほしいのが、うん、ここにこれ線路なんです。なるほど、なるほど。引き込み線があったんだ。引き込み線があって、それがここでダイヤモンドクロスしてて、ね、はい、そのままこの倉庫の中に入っていくと。で、中はトロッコだったのがよくわかんないんですけど、全部のこの扉に線路がこう入り込んでいて、はい、で、こうそのまま直接こういうふうにこう線路の中でその魚雷を積んで、まあ、魚雷だけじゃないんですけどね、いろんな武器とかで、このここをこうガタゴトガタゴトとこう運んでいけるようになってたと。なるほど。いうことなんですね。それで、ものすごい数の引き込み線が入って、それ僕、現地行くまで知らなかったんですけど、発見したもんで、これ鉄道コーナーネタにしたろとかって思って、撮ってきたんですけど、急遽ね、こういうふうに線路がこう中に入ってたわけですね。はい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 、はい。で、こう、こんだけ、ぎっしりと線路が、建物の中に入ってるっていう、そういうところでした。だからまあ結局、これがね、その一番古い魚雷庫で、今はね、レンガ博物館っていうのになってるんですけど、この鉄道がどういうふうに、これ尼崎からこれ福知山線を通って、舞鶴にいろいろ物資を運んでるんですね。つまり、兵庫県の山を越えて、山間部を越えていくわけですね。そうなんです。ほいで、こういう風になってて、こう、魚雷はこういう風に、これは模型なんですけど、こういう風にしまってたと。これを、貨車に乗せて、運び出すという、はい、まあ、本当に軍事都市。これね、日本遺産なんです。うん、世界遺産と違うんですけど、日本遺産に認定されてて、要は世界遺産のパチモンなんですけどね、うんうん、日本で勝手にそういうのをやり始めたんだよ、ね、つい最近ね、うん、それを認定しているのが、あ、例の方ですね、長谷博士って、アルバム作ってる方ですよね。そう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 。乗り物コーナー、あ、やるんですね、乗り物コーナー、はい、来ますよ、来ますよ、来ますよ。来ますからね。お、お。これ特急電車。特急列車ですよ。この駅
写し方がもうプロっぽいカメラワークになった。これ特急乗ってないじゃないですか。いや、この後乗るんですよね。はい、さあ、はい、今から乗るやつね。乗るんです。はい。え、終わり？短くないですか？短いですね。あ、でもね、これは若潮という特急列車ですよ。若潮ね。はい。はい、あの房総半島と東京を結ぶですね、はいはいはい、内房線、外房線、これは外房線ですけども、うん、外房線の特急列車、うん、ちょうど今これはリゾートに行った帰りの列車だと思いますね。何しに行かれ、どこに何しに行かれたんでしょうか。はい、私が行ったのは大網という駅名が出ましたけども、はい、まさにこの大網で下車しまして、大網ってどこ？大網白里市と言います、はい、あの JR 大網駅、ちょうど、房総半島北部のちょうど真ん中あたりですね。右側がこれ九十九里浜、ね、九十九里浜ですね、うんうんうん、はい、でもう少し右に行くと大網白里って非常に広くてですね、うん、海岸部も含めて大網白里なんですけども、うんうん、あのちょっと行くとあのテニスで有名な白子ですとか、うんうん、あるいはオリンピックのサーフィンの会場になった場所なんかも割と、うんうんうん、近い場所にあったりするわけです。で、はい、そこに何があるんですか？この大網白里に、まあ、行ったのは、何しに行ったの？うん、あのね、これちょっと地元の、うん、いわゆるその憲法の問題を学習したり、あるいは反戦平和なんかに、ま、学んだり人々に呼ばれてですね、うん、ここでまあ講演を、いつもの通り講演をしてきたわけですね。講演会をしてきたんですけども、うん、それで大網白里に行ってきました。うん、で、行ってまあ講演して、ただ帰ってきたっていうのではなく、うん、地元の方にね、案内してもらった場所があるんです。これ駅前ですね、うんうん、ようこそ大網白里というこの大きな看板が出てますけども、うん、講演が終わった後に地元の方に連れて行っていただいたのがこの場所です、うん、とてもなんか観光地には見えないですね。見えませんね。何ですかここはって話なんですが、金網があってですね、立ち入り禁止なんか、しかも旧町名の白里町なんて書かれてるわけですけども、金網があるだけじゃないですか、うん、ただしね、うん、この金網の向こう側、うん、洞窟になってるんですよ、なんかわざとらしいリアクションありがとうございます。いやいやいや、今初めて知りました。打ち合わせしてませんから、はい、マジなんだ。で、じゃあこの洞窟といったら何なのか、うん、僕はさ、パッと見るとですね、うん、防空壕に見えなくもないんですが、こういうやつね、そうです、水溜まってるね。これね、わざとそのカメラを近づけて、うん、金網の間から撮っていました、うん、光がやや差し込んでます、うん、その中で分かる通り、この後洞窟、防空壕のような洞窟になってるんですけども、うんうん、実はこれトンネルなんですね。うん、で、これ何かと言いますと、うん、戦時中、うん、地下工場があったんです。地下工場、マジですか。つまり工場の跡地なんです。何の工場なんですか。はい、旧日立航空機、うん、要するに戦闘機のメーカーですよね、うん、旧日立航空機の地下工場の跡地なんです、うん、それがその大網ここにあるわけですね。そうなんです。で、実はここに工場があったことというのは、うん、地元の方は大体分かってたんですけども、うん、どんな形の工場だったのかっていうのはほとんど資料がなかったんですね、うん、で、これがですね、実はアメリカの国立公文書館に保管されている資料から、うんうん、ここに大規模工場があったということが分かった、うんうんうん、で、実はあのほとんど埋め立てられたり住宅が建ってしまったんだけども、うん、この中に30本のトンネルが掘られているわけです、うん、で、これなぜかと言いますと、うん、その日立航空機、もともと千葉市、うん、ここから離れてもう少し都市部のね、うん、海外寄りの千葉市に工場があったわけです、うん。で、ところが空襲が激しくなったので、うん、1944年、うん、つまり終戦の前の年にこの工場を移設しようという動きがあったわけです、うん、戦闘機作ってますからどうしてもターゲットになるわけですよね、うん、空襲ので、地下に工場を作ろうということで、うん、この千葉市から離れた大網白里に工場を移設しまして、うん、突貫工事でトンネルを掘り進めて地下工場を作ってですね、うん、1945年、つまり敗戦の年の5月頃にようやく稼働したわけです、うん、ですからこの地下、この洞窟の中に戦闘機を作るための工場があったということなんですね。そして工場があったので、うん、そのここに工場がありましたよということを地元行政と市民の方々が一応案内板を設置してます、うん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 。で、この案内板で注目したいのがこの部分なんです、うん、まあ、多くの人が動員されたってことが書いてあるわけですけども、うん、特に工場では、うん、数百人に及ぶ朝鮮人の強制労働によって、また朝鮮人の強制労働ですか。はい、もう日本の隅々でやってますね。そうなんですね、うん、ここでもですね、ちゃんと僕偉いなと思ったのは、うん、ちゃんと行政が朝鮮人の強制労働によってここで作業を行われていったということをきちんと記しているということ、うん、ここは非常に保守的な田舎町ではあったとしても、うん、こうしたことを記録に残すということは、まあ、立派なことだなと思いました、うん、というか当たり前のことではあるんだけども、
だここもいわば、朝鮮人の、労働力によって作られた工場の跡地、しかも地下工場の跡地だということです。ここ大網白里に行った時に、地元の方に案内していただいて、私もこの周囲を見学してきました。はい、なんか乗り物コーナーと言いながら、はい、朝鮮人徴用工の現場を巡る旅みたいになってるますよね、うん、つまりね、うん、僕いつも思うんですけど、うん、野間さんもいろんなとこ行かれて、うん、お気づきの通り鉄道っていうのは、うん、まあ、ある種はロマンをかきたてるものであって、うん、僕も鉄道好きだし、うん、鉄路っていう言葉そのものにある種の何かふわっとしたなんか、うん、ロマンを感じなくもないんだけども、うん、しかし日本の鉄道、その特に終戦前に作られた鉄道といいますものは、うん、多くの場合朝鮮人労働者が関わっていることも多いんですよね、うんうんうん、でそうした、海外にルーツを持つ人たちによってこの鉄路が引かれた、うん、実はアメリカなんかとも同じなんですね、うん、アメリカなんてアムトラックのやっぱり鉄路なんていうのは、うん、これは逆に中国人労働者によって作られている、うんうん、で多くの要するに奴隷状態だったわけです、うん、だからどこの国でも鉄道建設っていうのは本当に大変な作業なわけですよ、うん、考えたら大変じゃないですか、うん、長い距離をね、うん、結局機械化できない中で、うん、自分たちの肉体を酷使しながら鉄路を作っていく、うん、でそこでは少なくない国でやっぱり奴隷労働が行われてきた、うん、しかもその労働の主体となったのは外国人、あるいは奴隷として連れてこられた人々であったということなんですね、うん、あるいは犯罪者であったりもしたわけですけども、うんうん、そうした形でもって日本の鉄路の隅々まで朝鮮半島のルーツを持つ人々の労働力によって、鉄路が敷かれたという事実から私たちは目を背けるわけにはいかない。鉄道コーナーも多分そうした話と常にセットになっている可能性もこれから出てくるんじゃないかな。こんな鉄道番組ないんじゃない他に。うん、まあ船も登場するけど、まあちょっと理屈っぽいけどね。ごめんね、理屈っぽくて。いやいやいや、これ一冊の本になりますよ、はい、これ、ええ、本にしましょう。鉄オタ向けになんかこう、はい、鉄オタ向けみたいな表紙にして、ええ、で、おっとか言って買わせて中を読んだらそんな話ばっかりみたいな。あ、やりたいですよね。なるほど、いわゆる作後需要を狙ってですね。はい、はい。